はい、こんばんは。今日はですね、2017年11月の1日、1時24分です。よろしくお願いします。10月も終わったね。早いね、秋の終わりも。もうすっかり寒くなってます、東京の新宿は。冬ですよ、冬。はい、こんばんは。めちゃくちゃ寒いよ。みんなも今年の風邪は厄介なんで、体調気をつけてください。はい、こんばんは。11月だね。早いね、本当にね。早いよ、すぐあっという間だよね。本当にモンスターとコーヒー買ってきたんだけど、どっち飲もうかな。一応両方ともカロリーがゼロカロリーのやつ買ってきたんだけど、まあいつも飲んでるブラックのタリーズか。クリスマスにぎわいますね。クリスマス全然関係ないもんな、毎年な。のんちゃんになんかプレゼントするぐらいかな。まあね、恋人がいるからあれだけど、あんまりクリスマスになんかしたっていう記憶がないな。あれはなんか世間の人がなんかやってるって感じだと思うけど。はい、ペコちゃんはどつー。
なんかある？みんなは。クリスマスに忘れられない思い出とか。クリスマス、こんなに素敵なことが、あ、あるっていうか、クリスマスの思い出って言われたら何かって言われたら、一個あるかな。お父さんとお母さんがまだいて、で、俺が小さい頃なんだけど、まだ幸せだった頃ね。サンタさんに何お願いするんだって。まあ、サンタクロースを、サンタクロース信仰をしている家庭だったんですよ、我が家は。で、親父とかおふくろからサンタさんに何を送るんだって。何もらお願いするんだって言って。まあ、何お願いしたかちょっと覚えてないけど、まあ、なんかね、ゲームかなんかだと思うけど、何かしらのおもちゃだと思うんだけど、まあ、何々が欲しいって言ってたよ。で、子供の頃寝てたら、鈴の音が聞こえましたよ。小学1年生ぐらいかな。寝てる時、わざとらしいぐらいの鈴の音が、外から聞こえてきましたよ。素敵やん。わざとらしい。今考えるとだよ。今考えるとわざとらしかったけど、素敵じゃないか。鈴の音が、俺は確かに鈴の音を聞いたよ。シャン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 って聞こえてきたよ。まあそれがね、親父かお袋かどうかはわかんないけど。まあそういうのはね、大事かもしんないね。だからあれじゃないの？クリスマスって恋人のものじゃなくて、なんかお母さんとかお父さんの、なんかこう、楽しいやつなんじゃないのかな？わかんないけど。そっちなんじゃないの？お父さんとかお母さんがいいんじゃんっていう、そういうものなんじゃないかな。でもよくよく考えるとよくわかんないよね。なんでサンタクロースはプレゼントを配ってるんだろうね、子供たちにね。それはキリスト教のお祭りなんでしょ？多分サンタクロースっていうのは。クリスチャンでも何でもないのに、なんで俺はプレゼントもらえたんだろうな。バレンタインもよくわかんないしね。なんで好きな人に告白を強要されないといけないんだろうね。宗教ごときに。ちょっとよくわかんないですね。宗教はそんなに力があるのかね。俺は全然わかんないよ。アラレちゃんのゲームウォッチ手渡された時喜んだくらい。アラレちゃんのゲームウォッチってことは俺より先輩だな、多分。ヤノラッキー。俺だってアラレちゃん見たことないもん。俺ドラゴンボールだってフリーザ編だったよ。多分。フリーザ編じゃない、セル編だよ。物心ついた時に見たのは、年齢バレるよ。なかなかなババアなの。だから俺の何個上だろう、アラレちゃんの世代って。アラレちゃんのゲームウォッチでしょ？俺が32だから5個上くらいか？多分それくらいだろうね。37歳とか、その辺じゃないの？だから俺ドクタースランプアラレちゃんって流行ってなかったもんね。上の人がやってるって感じだった。やってるっつうか。人形持ってたりとか、あられちゃん、あられちゃん、つって。あられちゃんはよくわかんない。まあ、わかるよ。見たことあるよ。リメイクとかがあるから。のり巻きせんべいがいて、ガッちゃんがいて、あられちゃんがキーンって飛んで、ツンツンして。あ、40代なんだ。あ、まあ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 。まあ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 。それくらいか。もっと上か。いとこがそれくらい上だったかな。そうそうそう。
俺がコレクションしてたテレホンカードいとこのお兄ちゃん盗んでたな。母親ぶち切れてたもんな。金が欲しかったんだろうね、多分。いとこのさ、子供の集めてるテレホンカードをさ、盗んで売るってすごいよね。愛情のかけらもないよね。なかなかすげえ話だよな。結構すごいひどい話だよね。水曜日か。今日は水曜日だね。なかなか来れなかったね。なんかあったの？久しぶり。ああ、そうそうそう、びっくりしたよ。これも多分話していい内容だと思うけど、ロハコさんが入院しますよ。あ、ありがとうございます。お、花火ありがとう、いきなり。バタフライテールいらっしゃい。ロハコさんが入院だって。お見舞い行かないと。心臓のカテーテルの手術で、糖尿病で、その心臓の中にも血がドロドロでこびりついてるらしいの。で、カテーテル手術って言って、心臓のその膜を取るみたいなね。そう。ロアコさん手術で入院ですよ。お見舞い行かないとね。最近は放送、ヌマップとかやってるらしいんだけど、呪縛はもう叩かれるからやってないって言ってたね。面白いキャラクターなのにもったいないよね。ロアコさん。まあね、もう付き合い長い友人っていうかね。みんな知ってる？ロハコさんもともとリスナーだったの。いい、ナイスキャラクターだよね。ナイスキャラクター。おー、MC 久しぶり。元気だった？鮫島さんとも上手。もうすぐ始まるよ。そろそろ。ずいぶん夜更かしじゃん。カレー。ハロウィンってなんでこんなやるようになったんだろうね。いつからなんだろう。ハロウィンだのクリスマスだの、日本人祭りごと大好きだよな。花長さんいらっしゃい。こんばんは。お疲れっす。何なんだろうね、このハロウィン、ハロウィンって言ってるのは。ここ5年ぐらいじゃないの？風船ありがとう。元気？あ、よかったよかった。ここ5年ぐらいだよな。何をそんな浮かれてるんだろうっていうか。しかもなんか仮装する日みたいになってない？あ、もともとまあ仮装する日なのか。花火2発目ありがとう。2ヶ月分ありがとう。仕事が忙しかったんだ。あ、まあいいことだよ、仕事が忙しいっていうのは。ハロウィン何なんだろうね。ああ、花城さんありがとう。大花火ありがとう。ありがとうございます。何なんだろうね、このハロウィンっていう文化は。おお、盆踊りとかどんどんなくなってるよね。誰がやり始めて、誰がいきなりねえ、流行らせたんだろう、これは。
ょっとよくわかんないよな。でもさ、本来って子供にお菓子配る日じゃなかったっけ？そうだよね、トリックアトリートっつって。で、子供が仮装をするんだよね。なんかよくわかんねえよな。なんかよく全然わかんないよね。何なんだろう、一体。全然わかんないね。なかったよね。いや、俺の若い頃っつうか、なかったよ。俺の頃も。冴えない奴らが、表だって粋がっていい日だと、履き違え調子こいてるだけの日。冴えない奴ら、でもリア充ツールなんじゃないの？逆に冴えない人っていうのは逆にやらないんじゃないかな。陽キャっていうかさ、そのリア充キャラの人たちがワイワイやるってイメージだけど。冴えない人は家に引きこもんじゃないの？今日今から始めたからまだまだやろうと思ってるけど、どうした？なんかあった？まだまだやる予定だけど、どうしたの？気になるの？俺のタイムスケジュール。基本的に気分屋だからね。いつも言ってんのはもう、未来も過去もないって言ってる。あ、また出てくる？わかった。どっかの国の民族の収穫祭をが起源。あ、そうなんだ、ハロウィンって。へえ。まあ、祭りごとってそういうことだよね。収穫祭とか、誰かの誕生祭とか。冴えない奴らが便乗してるの、し、し、してるのにはもってこいの隠れ家。冴えない奴らが便乗してる。便乗するにはか、するにはもってこいの隠れ蓑の。冴えない奴らがやってるって印象ないけどな、俺は。恵方巻きはね、俺ダウンタウンが原因だと思ってんの。なんか、俺実は流行る前に、ダウンタウンがその1年ぐらい前に、浜田が恵方巻きを食べるっていうのをテレビでやってたの。まっちゃんが笑ってて、なんなんあれみたいな。なんか、お前の家って、恵方巻きっつうか、その、なんつうの？太巻きを、なんか今日食べる日やっつって大爆笑起きてたのよ。だから今日は帰らなあかん言って帰ってたよなって言って、今でもやってるって言って、そっから急に翌年ぐらいに流行ったから、あ、テレビってすげえなーと思ったよね。だってさ、テレビのさ、視聴率1%って100万人とかなんでしょ？テレビの1%って。で、10%で1000万人だっけ？知らなかったっけ？なんかとんでもない影響力あるんだよね。もともと関西だね。関西のローカルでやってたやつなんだって。あ、そうだよね。そうだよね。なんか、ダウンタウンの浜田が食べるっていう笑いのやつから、なんか、翌年ぐらいから流行り始めたよね。なんかね。そう、もともと関西。それを言ったら日本のクリスマスもバレンタインも、経済効果促進イベントだけど、本来の言い方。いやいや、それを言ってんのよ。じゃあ、元の話がそっからスタートしてんの。お水。だから、なんでこんなに祭りが好きなんだろうっていうか、その、これ意味あるの？みたいな。このイベントに。よくわかんない。このイベントに何の意味があるんだろうっていうか。ハロウィンは、何なんだ、自然発生した。渋谷で流行ったイメージがあるんだよね。5年ぐらい前に。渋谷で今年も仮装パーティーが、みたいなニュースで流行り始めたみたいな。大五郎さん、こんばんは。アイテムありがとう。何なんだろうね、一体。でもなんか思い出に残る日ってさ、本人にとって忘れられないエピソードとかある？なんか俺、イベント系の日であんまりなんか覚えてることって少ないんだよな。これ忘れらんねえ日だわ、みたいな。そういうのって、周りがセッティングするもんじゃなくてさ、本人が感じるものだったりするじゃん。延長します。おお、エリちゃん、お久しぶり。こんばんは。ねえ、衣装とかね。イースターだって流行らそうと。イースターって何？わかんない。イースターっていうイベントがこれから来んの？イースターって何？知らないわ。
なんかあるんだ、新しいの。卵のイベント？何それ？からまあでも知ってる人がいるってことは流行るんだろうね。卵に模様を描いたり装飾したりするの？ない、見たことない、見たことない、知らないわ、初めて聞いた。イースターっていう言葉もその内容も今初耳。でもね、俺ね、一個分析で今分かったことがあるわ。今ちょっと考えたんだけど、SNS 文化が来てない？これ。多分、イベントが加速してるのって。インスタの、なんか、綺麗に撮りたいとか、ツイッターにアップしたいとか、いや、生主で言ったらネタにしたいみたいな、そういうことじゃないのかな。イースターは古いんだ。そういうことなんじゃないの？要はネタが欲しいんじゃないの？騒ぎたいっていうか、インスタっていうか、ツイッターとか、まあ、生主とか、こういう SNS 系でやってますっていうのが欲しいんじゃないのかな？なんかね、そういうことなんじゃないの？俺ね、なんかそのインスタとかも、そのネットのそのフォロワー増やそう文化があんま好きじゃねえから、まあ、仕事でやってる感じだからフォロワー増やさなきゃっていうのは。なんかね、本来の本質からずれてる気がするんだよな。そのツイッターとかフェイスブックとかインスタとか、数が多ければ正義っていうのを俺絶対間違ってると思ってて。石野がよく言ってるんだよ。石野がメンツだと。要は、その人数なんかいくら集まってもダメなんだっていうことを言ってて。で、何かをやるときにはメンツが大事だと思ってるっていうことを言ってて。で、どういう人間が集まるかでも人生関わるみたいなこと言って。俺の場合は、そのクラスター、要はフォローされる側を仕事にするんだったら、フォロワーの数っていうのは重要だと思うんだけど、それを仕事にしてないのに何の意味があるんだろうっていうのは、ちょっと疑問に感じるんだよな。何なんだろうね。フォロワーが増えたら嬉しいとかないでしょ、みんな。俺フォロワー1000人だよ。でって感じだ。で何なのって感じじゃない？俺フォロワー10万人数。でみたいな。石野卓球じゃない。石野康介の話。石野かっこいいでしょ？よく分かったでしょ？そう、再評価がやっと始まったと思ってて。あいつは昔からめちゃめちゃかっこいいんだよ。リア充自慢の数が多いイコールステータスと思ってる中身のないやつがそれだけ多い。あ、中身ないよね、全然ね。なんかすごい寂しい世の中になってきたなと思ってて、本当に。なんかね、居場所がどんどんなくなってる気がする。その自分の居場所が。で、俺が少し嫌なのが、ネットは、俺はネットはいつも言ってるんだけど、インターネットはリアルだと。で、逃げ場所じゃないよって、別世界ではないよっていうことをよく言ってて。だって、俺には確実に今40人の人間が見てることが手に取るように分かるわけじゃん。で、40人と会話をしてる感覚なんだけど、なんかこれをね、なんか虚像だとかね、別世界だって考えてるっていうか、それってすげえ怖いよなって思うんだよね。なんかどんどんメディア化してると思ってるっていうか。だってさ、テレビが異世界だとは思わないでしょ。そうだと思う、そうだと思う。ちょっと読み方わかんないけど、コテハン変えてくんね。なんか、なんて読むかわかんないね。他人に羨ましがられる人間に見られたいっていうか、俺はこれだけ尊敬集めてるっていうのを誇りにするって、クソダサい。それを見栄って言うんだよね。で、見栄は何も生まないんだ。コミュニケーション取りづらい。 いや、謝んなくていいけど、誰だっていう。
日本人なら日本語使えっていうね。ここは日本だよ。メガネは今かけてないね。見えづらいよ。コメント。メガネどこだ。メガネ取ってくるわ。あれメガネどこだ。ペース。ちょっとペースがよくわかんないけど。浮かれててもダメだよな。ちょっとね、石野のこと考えてたんだよね、さっき。石野はなんか今幸せそうで、なんか耐えたなと思ってて、なんかホテル暮らしとかしてたんだよ。まあでまあ一個乗り越えたのかなみたいな、ちょっと成長したのかなと思って、本人なりの中で何か意識の改革があったのかなと。なんか見ててかっこいいんだ。な、何どう考えてたの。何を考えてたの。なんかこう花火もらえるようになって、その飯食えてるんだと思ってちょっと嬉しいんだよね、うん、ちょっと嬉しい。あ、ワイヤーでも見てんだ。石野はまあ昔からもうずっと面白いからね。ただ評価されるのが遅いっていうか、うん、なんでわかんねえんだろうみたいなね。やっと評価されてるから俺は嬉しいんだけどね。コブチンいらっしゃい。ワイヤーでなんかあれだよね、捨て頃すげえいいねいいねみたいになってるよね。リバテは同時代思い出した。リバテって何、リバテ、え、何それ、リバテ、え、何の話、リバテって何、リバテはどう、何リバテってよくわかんねえな。俺プリンセスガーデン以外から住んだことないけど、リバテって何、うん、
何でもないの。クモンリュウはスパーリングで倒します。クモンリュウを倒す、頑張ってください。俺はクモンリュウの方が少し上、少しっていうか上だと思ってるかな、正直言うと。クモンリュウとやってないけど、クモンリュウの方が少し上だと思う。ワイヤーでやったよこの前、あのドレさんと、久々ドレさんとやった、動画撮ってきたよ。だ動画が重たくてさ、 YouTube にアップするの大変だったよ。まだ編集できてないんだよね。でもまあなんかちょっと見えたかな、ドレさんと久々やらせてもらってようやく分かった。鮫島さんが和道さんのことすごい褒めて、は、褒めてかばってくださってた。ちょっと感動した。そうなんだ。何なんだろう。なんかアメリカ人がくっそ説教されてたのは見たけど、ちょっと。この間の練習企画は見てくれました？昨日の配信ですか？見れませんでした。もしよかったら再放送するよ。今ドレさんとスパーリングだけ見せることもキャプチャーできますよ。見たよ見たよ、ワイヤーで見た見た、コメント打ってたもん。見たけど、見たけどクモンリュウの方が上だと思う、ちょっと。クモンリュウ、あのね、ワイヤーでね、センスあるし強くなると思うけど、まだちょっとクモンリュウの方が上かなっていう感じがある。っていうかね、クモンリュウ反射神経がいいんだよあいつ。それがちょっとあるかな。ワイヤーではジムに通ったら絶対強くなると思う。年齢いくつだっけワイヤーで。体ができてるし、まだ勝てないと思うよ正直。ガチでやったら。ドレさんとの流そうか、じゃあ見る、みんな29か、じゃあいけるか、そんなに年取ってるわけじゃないもんね。見るんだったら流すよ。流す、ちょっと待ってね、流そうか。見たら寝る、はいよ。29か、若いんだな。これか、多分ね、あのドレさんの放送の時よりも高画質で見れるはず。この辺から見るか。じゃあそうだね、練習、反復練習の場だから、それがない、あの試合みたいな、そのなんなんだって意味がない。映りよすぎ、これは当たり前に脱がないスタイル。あ、いいっす、脱いでも大丈夫です。はい、あ、いいっすか。 OK、 ね、重たいんだよね、 9GB もあるから。これあ、ゴング、お願いします。行けよお前、俺も行くぞ。いいのかお前。怖い、泣きながら帰るんだけど。抜くっていうかスピード出していいから、はい、ポンで、なんていうの、はい、当てる、なんていうんだろう、違う走らせるっていうの。和道君がそのつもりなら僕は違うんですよ、わかんないですよ。わかんないですよ。捨て頃だけどれくらいだって、そんなにわかんないって言われる数字ないの。お前が来ただけで返す。
やガチで行きたいとかガチのやり方以外わかんない。力抜いてるつもりなんだけどね、怒られるんだよね強いって。結構きそうだよ、和野君。こんな感じだったかな。まあこんな感じでしたね、うん、もう一回やるかっていうスタミナ切れた。2分でやったのかな。でも途中喋ってるから多分1分半ぐらいでやったと思うんだけど、1分半ぐらいでやったけど、まあ持たないねやっぱ体力がね。今後ワドをディスることは俺にも喧嘩売ってることだから覚えとけよみたいなことを言ってくださってた。ああそうなんだ、めちゃめちゃ嬉しいな。うん、あいつはすごい配信も頑張ってる。ああ嬉しいな。いや勢いあるからじゃなくて、今回のテーマが捨て頃2のテーマが距離を潰すのとなりふり構わないっていう、その練習はちゃんとフォーム通りにやるんだけど、結局試合が始まって何もできなかったじゃん、要は攻めないでさ。だからもう距離を潰すっていうことと、要は相手の好きな距離でやらせないから、インファイトもう要は泥試合に持ち込むっていうのと、もうなりふり構わずやるっていう、要は荒野のファイトスタイルみたいな、もう負けてもいいし被弾しても倒されてもいいから倒しに行くっていうのがテーマなの俺ので、結局その攻めてる時って、うん、よっぽど上手い人じゃないとカウンターとか取れないじゃん。いや防御に回らないといけないから、なるべくその相手のテンポを潰したいなと思ってやってんだよね今。だからその身体能力とかさ、パワーとかスタミナで負けちゃうからどうしても。だからそのなんつうの、奇襲っていうか、その嫌な距離でやるっていうか、それが最近のテーマかな自分の中で。相変わらずインローは入るんだよね。インローを教わったのはすげえ武器だね。インロー外したことない。ありがとう MC。花火ありがとね。そう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 。なんかその試合の中でスパーリングやればやるほど反省点が見えてくるし、負けると見えてくるの。その自分のダメなところ、試合とかってもろ出るの。でそのパンチをうまく打とうとか綺麗にやろうじゃなくて、がむしゃらにやるっていうのがテーマ。なりふり構わず倒されてもいいから倒しに行くっていう、要はもうなんつうの、半々に持ち込むっていうかさ、 100% 負けない試合をやってもいい、負けるだけだから怪我しない試合やっても意味ねえやと思って、あもう完全なインファイターに切り替えようと思って。うん、でもドレさんが身長が高いからフックが届かないからね、ジャンピングフックとかやったんだけど当たんねえよな。あれどうすりゃいいんだろう、身長高い相手はアッパーなのかな。でほらドレさんの場合ボディで倒れるとは思えないから。うん、おやすみ。あ、いやで頑張ってね。まあでも明らかに前回の接待だって気づいたけどね、一発目のジャブがかすったの。いや俺のジャブなんかかするわけねえんだよ。クモンリュウが暴れてる、また暴れてんのあいつどこで暴れてんの、どこで暴れてんの、え、どこにもいないけど。本当 R.com さん
店ガチャガチャマジで。いやもうけ捕まるよくもんりゅういい加減。え誰の枠見りゃいいのそれ。あもうバンになったのかな。マジで店がガチャガチャなの。ゴラリンって誰。ゴラリンふわっち。ゴラリン、ゴラリンどこだろう。ゴラリン、あいた。誰と誰が暴れてんの。あ、あったあった、ありがとう、うん、誰と誰が。誰と誰が戦ってんの。いやね、一回ね、もうパクられた方がいいと思うよ。あの反社会的だから、そういうのは酒癖悪すぎでしょ。誰と誰が殴り合ってんだろうね、ちょっとよくわかんないね。荒野に切れてんの。荒野なんか喧嘩売ったって何にもなんないんだから。ただいじめでしょそれ。ダメだよ、弱いやつ殴ったらダメだよ。強いやつの責任なんだよそれは。あ、まあいらんこと言うかな、荒野もな。まあ荒野はいらんこと言うよ。それもわかる。それはあのクモンリュウお察しするよ。それはクモンリュウ悪くない。ただ手は出しちゃダメよ。店暴れるとか。うん、だか全部佐野が悪いってことで。荒野も酒癖悪いしな。だから酒飲み嫌いなんだよ俺。今夜悪い子になるからね、うん、全部佐野が悪いんだ。うん、佐野が悪い。佐野が全部原因だから。配信会で起こる全ての原因は佐野だからね。万物の真理だから。アルバート・アインシュタインもたどり着けなかった真理、全部佐野が悪い。便所の声がする。便所さんいるもんだって。便所太郎さん、ツイキャス、ツイキャスじゃない、キャスバーでやってたよ。まだ飲んでんな。ステゴロ出られなくなるぞ。まあ、便所さんいるのは大丈夫だよ。便所さんめちゃめちゃ強いから。便所さんめちゃくちゃ強いから。大丈夫。岩っつうかね、あのね、動かない。山の不動みたいな感じだから。いくら殴っても効かねえの。あの弁当さんがいれば大丈夫です。あ、弁当さんが俺も暴れるぞって叫んでた。もうどうしようもねえな。もうどうしようもねえわ。やっぱり佐野が悪いんだよ。便乗しようとしてんの。俺も暴れるってどういうこと。ゴリラじゃん。ただのただのゴリラじゃん。しょうもねえな本当に。もうね、
俺ね、酒で喧嘩するやつと女で喧嘩するやつはクソダサいと思ってるの。わかる？酒の取り合い、酒で揉めるやつと女を取り合うやつはマジで動物だと思ってるから、人間じゃないと思ってる。あの、男が最もダサい瞬間だよ。見にくい。俺は嫌い。酒と女で揉めるやつは大嫌い。多分免除さんが暴れたら全員死ぬだろうな。いやマジでマジで危険。免除さんは暴れたらいけない人。あのリアルに死者が出る。ていうかキャスバーも大変だよな、ほんとスタッフも。日本で一番働きたくないバーだもんね。警察来ちゃったぞ。働くっていう目線で言ったらキャスバー働きたくないでしょ。毎日さ、大手が来てさ、毎日揉め事起こして毎日警察対応だよ。歌舞伎町の中で俺ヤクザの事務所よりも警察が出入りしてる店だと思うもん。毎日警察来んだよ。リュウホデスマスいらっしゃい。毎日警察来んだぜ。ヤクザの事務所よりも立ち悪いよ。すげえよな。もうキャスバーの入り口に警官ずっと立っときゃいいんだよ。いや毎日だよ MC。 行きづらい。いい店だけどね。オーナーのね、あのインチキさんはすごいお世話になってるからあれだけど、オフ会なんかすげえ安くやってくれたよ。なんか3500円で3時間飲み放題やってくれって言ったの。で、つまみは軽くでいいからって言ったのよ。居酒屋利用するんなら営業時間前にちょっと儲かるかなと思って。だから10人ぐらいで3万5000円よ。で、飲食ってさ、原価かかってるから、飲み放題で3時間で3500円安いじゃん。で、それでバンバンつまみ出してくれんのよ。すごかったよね、のんちゃん。唐揚げからパスタからチャーハンからもうフルコース張りに全部出すの。いや悪いよっつって、インチキさんに、いや気持ちだからっつって、立ち上げの時にありがとうって言ってくれて、すごい。あれ儲け出なかったと思うよ。申し訳ないことしちゃったよね、ちょっとね。ありがたかったけどね。いやすごいよね。なんか仮想生主ゴラリンとか言う人。いやでももう終わったけどね。うん、あそうだ、アイラから電話かかってきたんだ。アイラに電話しよう。なんだったっけ、なんかアイラから電話かかってきた。いや店は、いや毎日警察来る。スタッフ大変だよ。スタッフももう警察慣れしてんだよね。なんでもないっすって。もしもし。おう、どうした。何それ。いや電話もらってたのに寝てたわ。おはよう、のんたんが出たよ。嘘。あ、そうだった。うん、寝てるよ。寝てる？誰が？ワドが寝て、ワドさん寝てるよって。なんなのその喋り方。言ってたの。え？言ってたの。言ってたの。言ってた。ああ、のんちゃんの真似か。ワドさん寝てるよって言ってた。うん、寝てるって言ってた。ああ、そっかそっか。え、何？要件なんだったの？いや、リスはもう、リスは流してくれって言うと思ったけど。ああ、閲覧？まあ余裕で取れたわ。おお、おめでとう。1万人だったわ。え、マジで？すごいじゃん。やったじゃん。3冠取ったわ。何3冠って。え、嘘。デイリー、マンスリー、リスワン。うん。マジかよ、お前、いくら稼いでんだよ。お前、稼ぎすぎだろ、いくらなんだもん。
え、ちょっとまあ待っ2て。億ぐらいだな。2億は稼いでねえだろ。うわ、ほんとだ。え、これさ、650ってさ、数字出てるけど、400ぐらい？手元にくんの。あ、そうだな。ああ、450ぐらい。450、うわ、すげえな、お前。月450稼いでんの？マジ頑張っで？たからね。え、頑張ったってさ、なんでそんなことになるの？何450万って、配信で。いや、俺も死にそうだからね。何死にそう？死なないでしょ。450万。体クタクタになってるね、もいや、俺より配信時間短えだろ。な、う。いや、わかんないけど。働いてんの？お前。働いてないよ。ないでしょ？配信業一本でしょ？なんだよ、ああ。クタクタって。家の中でお前酒飲んで、お前。花火をもらっ酒て。飲んでたら、もうクタクタ、もう多分このまま、このまま俺多分ずーっと配信してんだろ？佐野だよ、もえ、アイラって佐野智則と同じジャンルだったの？う。え、このまま行ったら佐野になったけどね。そうだよね。だっよてく、家で発泡酒飲んでんだろ？おう。おう。飲ってぐちぐち言ってた。この10年後佐野でしょ、そもうだね。よくよく考えたら、うなちゃんマンとアイラのスタイル全く一緒だわ。気づかなかったわ。あ、そっか。佐野だったんだ、アイラって。ああ、でも佐野よりいけてるか。佐野より、まあ、だいぶかっこいいね。いけてるね。なんか、佐野さん、だんだんもうブッチョに寄ってってるよね、顔そが。うそう。部長になってるよね。なんだろうね、あれ。犬が寄るけど、うん。佐野が寄ってってるよね、佐野さんが。佐野寄ってる、確かに。うん。なんか最近もう可愛くなってきたもんね、だいぶね。僕なんかもう可愛く、もうなんかほうれい線を巻き込んでるもんね、なんかブルドッグみたいな。ブルドッグみたいになってるね じゃあ、そろそろさ、部屋のマンションに、あれだよ、モンキー買おうよ。モンキいや、俺な、ペット飼うのはあれだと思うわ。ー。ああ、ペット？犬？猫？何？ペット飼ってるの？いや、もうよす、あのさ、もう、やっうん。ぱり酒飲んでさ、ギャーギャー言う系のさ、配信者、ま、ちゃんまんとか、よっさんとかさ、うん。うん、金梅とペッかね。トがさ、より、そう、金歯、より可愛く見えない？ああ、引き立つよね、ペットがね。そう、引き立つ。うん。しかもさ、こう、バツナギで、こう、なんかこう、よちよちやってる感じで、こう、なんか、なんかこの、あ、リスナー、女リスナーへのアピールみたいな感じで、よちよちしな、可愛がりながらも、実は女リスナーにアピールしてるじゃいいね、いいね。買おうよ。買おうよ。ん。なんだ、ワドも買わないじゃん。ワド何買うの？いや、ワド俺なんか文変なの鳥い買いるそうじゃだよ。ん。俺文鳥いるよ。鳥がいる。どうかな。え？鳥どうだろう鳥ね。はね、おすすめしない。小さいから画面映えがしない。なんかもうやっぱりこうなんか抱っこできるやつがいいんじゃそう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 。犬がいいじゃん。犬か猫。アイラ猫似合うよ。シャム猫とか。ない？うん。いやなんか犬がいいな。だから俺がすげえさ、酒飲んでギャーって怒鳴りながらここらに可愛い犬がいたら、マイルドになるね。よりなんかこうなんか愛着湧かない？うん。全体的な見れる絵になんない？なるなる。重あ、わかっくた。ねわかった。ウサギだ、アイラは。え。いや、うさぎかなんか抱っこしてるの、ストレス溜まるからしいから、もうあ、買わそっねかそっかそっか。大変か。犬だな。そっか。いや、参加おめでとう。さすがだね。え。ありがとう。うん。じゃあ、お疲れ。頑張ってね。お疲はれ。ーい。お疲れー。すげえな。400万？手取りで。400万？どうなってんの？誰がそんな花火投げてんの？バースデーじゃない、クラインとあまり変わらないな。せめて100倍はつけてくれないと。いやいやいや、400万ってすげえぞ。部屋の中でビール飲んでるんだよ、イケメンが。すごくない？何なの、そのアイラリスナーは。何にそんなにこう、わかんねえわ、正直。あ、MC 風船ありがとう。いや、わかんねえわ。だから言ったじゃん、全部佐野が悪い。すべての配信の起源は佐野だって言われてるの。佐野は神であり、悪魔である。そう、宇宙の始まりも佐野だっていう説が出てきたぐらいだから。すごいよ、万物の理論。3.141552も全部佐野だから、素数も突き詰めると全部佐野だから。
最後見てすごかったですよ。魔法使いの爆投げ試合。殴り合いだ。魔法使いで殴り合いだ。高額アイテムで、もう女の子がキーってなってシャンパン合戦みたいなんだ。月末は。いやー、地獄絵図だね。ああ。俺は和道がアイラより200万倍は稼げると思ってる。あのね、それはね、ドレさんとすげえ深い話をして、俺ドレさん3時間ファミレス話したんだけど、俺ね、俺とドレさんの答えは一緒だったの。和道は実力あると。で、正直に言うと、お前相当面白いと。ドレさん曰くね。ドレさんほら、もうリスナー長いじゃん。で、実はツイキャスの頃からロムってたんだって、ドレさんは。俺実は言ってなかったけど、ツイキャス時代のお前が、ベーシックインカムについてリアトツしてるのも見てるし、あと、なんつってたっけな、なんだっけ、ツイキャスでやったなんかの企画もやってただろうって言って、俺が忘れてる企画を言われたの。綾小路さん、どうもどうも、アイテムありがとう。ヤブゾウも風船ありがとう。で、ワドをねって、ドレさんが結論、お前は面白いと。ただ結論、お前は40からだって。もうそれですよねって俺も言った。要は言ってることがもうね、許されないの。内容とそのビジュアルとか持ってるものが噛み合ってないのよ。だから今見てるリスナーは理解してるけれども、多くの人はお前が言ってることを理解ができないんだと。で、こんな30代とか20代後半のシャバ僧が何言ってんだって言ってるのよ。で、はっきり言って、もうそのどっからの引用であるとか、どっからとか、その仏教の話とかもすげえ面白いんだと、俺らからすると。ただ、20代のガキがそれを話したところで、面白くないってなっちゃうんだって。だから、お前は、時が経つのを待つしかないよねって。で、ぶっちゃけ歯が抜けてるとか、なんかこう、不細工だとか、崩れてないじゃんっていう。お前はそこがもったいないよねって言われた。あ、正直言うと顔が整いすぎてるっていう。 悪口で言われたんだけど、ビジュアルがいいと。だから、難しいよねっていう話をした。なんだ、いつか来るんじゃねって言われた。ハッピーハロウィン、はずきちゃんありがとう、花火。いらっしゃい、楽しんでってね。いや、男は俺も40代だと思ってるけど、スタイルがね、で、俺、今、スタイル変更するのは得策じゃないっていう話になって、10年貫いて一周回って、世代交代した時に引き継ぐわっていう話したの。要は、10年後、ドルさんいないし、チャンマンもいないし、みんなお亡くなりになるから、もうその時に俺40代で全部もらうよっていう話をした。キャラクターって難しいよ、配信者の。だからさ、女の子にケアしたりとかさ、女の子にキャーキャー言われる配信やってるやつは花火上がるもん。だけどね、俺はこれ続かないと思うんだよな。一時のバブルみたいなもんだと思ってて。だからね、稼げるキャラかっつったら稼げないと思うよ、俺は。ただ、金は死ぬほど欲しいわ。本当に稼ぎたいとは思ってるけどね。まあ、やることを淡々とやっていくしかねえよな。受ける、コアな人に受ければいい。ただね、笑いのレベルを下げるかどうかっていう話にもなったの。例えばね、ドレさんが言うには、もう、のんちゃんの、なんだっけ、ノッテンマイヤーと、なんだっけ、シャイニーとノッテンマイヤーのくだりはもう、すごい面白かったと。もう最高だったと。で、のんちゃんはやっぱり、のんちゃんと絡むっていうのは、一つの鮭だっていうのと、それね、鮫島さんも、実はね、シャイニーすげえ良かったって言ってくれるんだよね。あれはね、なんか、配信者からめちゃめちゃ好きだって言われるネタなんだよね。だからね、俺はね、のんちゃんが頻繁にコンビ組めるようになって、俺の隣に移るようになったら、すごい跳ねるとは思ってるけどね。あとね、ボケキャラの方が受けやすいんだよな、配信は。配信は圧倒的にボケキャラの方が得意なんだよ。リスナーが突っ込みやすいから。で、俺が突っ込みキャラだから。
そこがね、噛み合ってないなぁと思う。ボケキャラ探さないとね。男は40でしょう。40代に男は花開くんだよ。でもそれは先輩からいろんな業界の先輩から言われてるよね。男って異形を達したりとか形が出来上がったりとか軌道に乗り始めるのって40代なんだよね。よく言われてるのは20歳までは下積みっていうか、20歳まではもう、なんつうの、人間ですらないと。で、30歳から修行が入って、40代で仕掛けが始まるんだよね。で、50代で完成させて、60代で継承するって言われてる。40代が勝負なんだよ、本当に。いや、のんちゃんの笑いの取り方、えぐいよね。そう。ヤバゾは、だから分かってるんだよ。そう。でも、ドレさんのおかげで結構感謝してて、なんか、俺の放送の見方、なんか、ワド面白いって言い始めたのが、ドレさんのおかげなんだよね。実はね、俺がボケてんのか、マジで言ってんのか、今までね、リスナーに伝わってなかったんだよ。マジだと思われてたの。痛いやつっていうか。で、それが違うんだよって。和道っていうのは全部、あれは仕掛けでネタなんだよっていうことをドレさんが言い始めてから、その見方が分かるようになったんだよね。だからドレさんが正しく、そのクッション入れて解説してくれたんだよね。あれはすごい助かった。あ、和道ってこうやって見ればいいんだって。ほうきありがとう、こんばんは。のんちゃんの笑いはすげえよな、ほんとに。のんちゃんの世界観ほんとにやばいもんね。のんちゃんは面白いよ。詐欺をしながら聞いてます。ありがとう、匿名さん。ペロペロキャンディーありがとう。その顔文字かわいいね。俺も楽しかったよ。ありがとうね、MC。また明日。まあ明日来れるかわかんないけど。また顔出してよ。おやすみ。みんな働いてるからね。タイミング合ってる時にね、よろしく。先月俺マンスリー100いったのか？大丈夫か？ちょっと確認すっか。何位だ俺。え、不安だな。マンスリーランキングチェックします。まあ不動のアイラクライン。うわ、桃7すげえ。これ多分300いってるかな。290万かな、手取り。ユカチーもすごいね。タータン、女性が入るようになったんだ、トップに。金杯さんすっげえ稼いでんじゃん。はあ、
あ、女性多いな。てか、アイラ、桁違いだね、やっぱね。で、テル。テルは100キープ。荒野も100稼いでんじゃん。やばいよね。あんなシャバ僧が100万稼ぐ時代だぜ。すげえな。ドレさんが24位か。あ、でも稼いでる。100万はいってるね。セキシンゴ強いな。うなちゃんマンも稼いでんじゃん。100万。これだいたい70万、75万ぐらいかな。すげえな。すげえな。ヒカルくんがどれくらい？ 63 万ポイント。ヒカルくんはまあこっちどっぷり使ったね。便所さんここに出てくる。予算。予算意外と少ないな。底上げされてるところじゃないよ。だって俺100、うわ、俺100位漏れてるわ。俺が104位でしょ？こっから上全員だって25万以上取ってんだよ。俺が手取り25万ぐらいだから、こっから100人以上が25万、この上全部25万以上稼いでんだよ。差し引き後のスコアじゃないよ。俺が手取り25万だから。俺が25万なの、今月。104位で。だから俺から上は全員25万以上だよ。やばくない？な、言った通りだろ？配信仕事になる時代来るぞって。な？言ったろ？もう止まんないよ、これ。だって上だけで多分1億月で1億いってないか。どれくらいいくんだろう？ 100 万がこんだけいて。2000万？ 3000 万ぐらいいく？そこの数字の見方は毎月変わるからよくわかんないけど、大体だよ。大体なんだけど、さっきアイラに確認したの。アイラに聞いて、今年、このポイントまず見るじゃん。で、650万だと。で、400いってるねっつったら、450はいってるっつったの。だからね、大体、そうだな、7割ぐらいかな。この数字の7割ぐらいが手元に入るっていうのが俺らの計算式。で、俺400万って聞いたら450だったわ、手取りっつって。だいたい7掛けするといいよ。7掛け。7掛けね。7掛けが手取りなのが相場。いや、すごいよね。ヒトピーさんいらっしゃい。いや、パート、いやー、でも厳しいよ。だって、この人たちは何年やってきてるよ。やっと食えるようになったレベルだよ。やっと食えるようになったレベル。まあ、ポットでもいるけど、まあ、ポットでは持たないよな。ポットでは持たない。いや、俺も上位頑張ろう。一回100取りたいね。一回100取りたいね、俺も。50までは行ったことあるから、手取りで。100生きて、100。やっぱ100万稼いだことありますっていうのとありませんっていうのとさ、絶対違うもん。絶対違うもん。100万やったらここに帯で出すもん。もうバンって。置いとくわ、ここに。100万。配信で100万つかめるよっていうの。いや、さすがにすげえわ、400万は。引くわ。アイラすげえ。だ、外配信も顔出し配信もほとんどやってないわけじゃん。なんか動画を流してる。まあ、顔出しっていうか、なんつうの、画面、キャプチャー配信みたいなもんじゃん。すげえよな、アイラ。授業やってた時の最高。いや、大したことない、大したことない。毎月フリーで40万ぐらい入ってきたぐらいだから、マックス。要は、なんつうの、権利収入みたいなもんだから、経営者側は。最初は現場ガーって回るけど、後半はもう従業員に任せる感じの。それでも40万ぐらいだよ。月9000万か。いいね。50万人には名人の入り口にはいってる。まあまあ、切符は掴んでるよね。
そう。だから寝てても40万入ってくるって生活。もう何にもやらなくても。それはすごい楽だった。だから収入的に言ったら今の方が、だから配信業の方が儲かってるけど、なんだろう、遊びながらやってるって感じだ。ただやらないと金は入らないから、ある意味その時間労働みたいなもんなんじゃ俺は。よっしゃ、じゃあマンスリー1位狙うか、本気で。和道リスナーの底力見せてやろうぜ。なんかさ、全く関係ない話なんだけどさ、トリプル A ブンダーってわかる？エヴァンゲリオンの。トリプル A ブンダーのキャッチコピーかっこよくない？神殺し。神殺しってなんかかっこいいよね。なんか響きがよくない？神殺し。なんかさ、俺思うんだけどさ、日本人のさ、神様の考え方ってさ、ご当地のゆるキャラとかと全く一緒じゃない？ なんかさ、キリスト教の神様とかさ、仏教の神様ってすごい奉られてて、もうと完璧な存在じゃん。もう逆らわないじゃん。だけどさ、貧乏神とかさ、なんかさ、可愛い神様いっぱいいるじゃん。あれ、ゆるキャラだよね、多分。だから俺、ゆるキャラも、くまモンとかふなっしーとかも、なんか日本神話の中に入るんじゃないかって思ってんの。タコスケバカありがとう。そんな感じしない？あれ、ノリだよね。神殺しはやめてください、前髪が。前髪。あ、でもね、ドルさんね、最近言われんの。ニコ生やると、お前髪の毛生えてきたなって言われんだけど、これマジな話、ちょっとね、デコの面積は変わんないんだけど、ちょっとボリュームがいいの、最近。ちょっと生えてきたっつうか、こう、毛がね、太いの。で、これなんでかって思ったら、俺ね、今ダイエットやってんじゃん。で、イソフラボンをめっちゃ取ってんの。豆乳をめちゃめちゃ飲んでて、毎日1リットルぐらい飲んでて、イソフラボンやばいね。ちょっとね、やっぱ女性ホルモンと同じ作用をするから、ちょっとね、髪の毛の腰、ツヤがね、良くなってきたんですよ。おっぱいは、いや、もともとおっぱい、ね、乳首ビンビンだし。あ、ていうか、ドレさんやばかったよ。サンドイッチありがとね。ドレさんがファミレス行って、ご飯ごちそうになってタクシー代までくれたの、この前。で、ドレさんが、のんちゃんに、つって、サンドイッチ買ってくれたのよ。そのレストランでサンドイッチ2つぐらい、2人前ぐらい頼んでくれて、これお土産のんちゃんにって言って、でのんちゃんと食べたの。もう炭水化物うめえな、おい。もうね、昨日やばいの、食欲暴走今抑えてんのよ。2週間ぶりに炭水化物食ったのよ。もう2人でのんちゃんと炭水化物うまってなって、夜中にやばい。もう抑えてるけどね。で、ファミリーマートで今、これね、みんなね、ファミリーマートの、俺のエクレアってやつ食って、これ2年に1回ぐらい復刻したりとか、出すとき頻繁に出すんだけど、2年ぶりぐらいに出てんの。俺のエクレアが、すごい糖分高いのよ。エクレアだけで、こんなでかくて、ホイップクリームのチョコクリームで、もう本当にうまいんだよ。俺大好きなの。それ、4個5個食ってたのよ、1日。で、もう何回も糖分成分表見て、あーって何回も置いたり、店員さんにも、なんだ買うのかよ、買わねえのかよみたいな、いやこれ食いてーみたいな、みんな俺の代わりに食って、もう俺今期食えないから。いや本当にうまかった、炭水化物マジで食ってないから。だから顔痩せたでしょ多分ね。もう2週間ぐらい経ってるから、配信画面見たら顔が全然違うはずなの。そろそろ顔に出てきたでしょ。パフェありがとう。もう今ね、食欲爆発だよ。いやいやいや、めちゃめちゃうまいよ。俺、スイーツの中で、マルエツで売ってる、そのタルト生地の安いホイップクリーム、雑なホイップクリームにモンブランガンガン乗ってる、そのタルトのモンブラン184円で売ってるやつ、あれ、大人買いすんのよ。朝一に行って、4個並ぶの。4個か6個並ぶの。それガーってカゴに入れて、
全部俺が買ってたの、毎朝。で、もうずっと食べんのよ。朝昼晩、2個ずつぐらい。で、それくらいうまい。ファミマのね、俺のエクレアは。あれ考えたやつ、もう、すごいよ。本当に。俺のエクレア。で、期間限定品だからすぐなくなるから、マジで食ってみて。ただ、めちゃめちゃ太るよ。めちゃめちゃ太る。いや、食い物ネタは熱いっていうかね、今ね、炭水化物の味をまた覚えてしまったから、もう一回ダイエット始める感覚。もう正直楽になってたの。胃袋も小さくなって、で、食わなくなってんの。のんちゃんがびっくりするぐらいの、もういらないのって。で、それくらい胃袋小さくて、あれなんだけど、炭水化物の味を覚えちゃうとね、もうね 食いたくて食いたくて、もう一回リセットなんだよ。でもね、モンスターとかこういう、なんか人工甘味料みたいなのごまかしてるけどね。これ一応ね、糖分が、炭水化物1だから、100g あたり。これ350だから、多分これで 3g ぐらいしか炭水化物取れないの。で、炭水化物は食物繊維が入ってるから、糖分で言ったら多分 2g ぐらいなんだよ。だからまあ、これだと許容範囲なんだよね。いや、でもね、ドレさんの体見たけどね、あの年であのね、体をキープするのは相当ストイックだと思うよ。っていうかね、ドレさん、ドレさん、いや、これ面白いんだけど、ドレさんが帰りにね、タクシー代、これ使えよって言って、あ、頂戴しますって言って、帰りにタクシー払うじゃん。そのお金で、あ、ドレさんからお金もらったからってポケットから出したら、肉のハナマサのレシートが入ってたからね、ドレさん。何が蕎麦食ってるだよ。ステーキ1500円のステーキ食ってんじゃねえかよ。嘘つくなよ。ドレさん今でも蕎麦食ってんの？って。ああ、俺は食事は全然金かけないよって。昔と同じ生活してるよって。貧乏で毎日蕎麦食ってお惣菜ね、半額の並んで食ってるって言って、あ、そうなんだっつって別れてさ、1500円、タクシー代渡された1000円札の間の中に肉のハナマサのレシート出てきて、アメリカンステーキ1500円って、お前いいの食ってんじゃねえかよ、この野郎とか思って。ちょっと笑ったよね。ウケない？なかなかボリューミーなステーキ食ってたわ。あ、ドルさん肉のハナマサで 買い物するんだ 業務用スーパーなんだね、ドルさんは。ハナマサの肉はいいんじゃない？でっかいの買えばいいんじゃない？いや、レシートはまさかだったね。ちょっと可愛かったね。あれは面白かった。まさかのレシートが挟まった。生活感がすごかった。グローブも買わねえとな、やっぱ。ベリベリ剥がれてたもんな、スパーリング中。もう機能してないもん、ベリベリが。いや、わかんないけど、わざとじゃないでしょ？ミスったんでしょ？いや、でも、ミュウツーとかにも交通費渡してたよ。だから、あれでしょ、そういう、なんつうの、稼げるようになって自分がいい思いしようじゃなくて、周りに配ってんだよ。頑張れよって、一緒に頑張ろうなって。だから金ないんだよ、あの人、いまだに。100万稼いでても。だ、渡してるんでしょ。だ、多分ね、うなちゃんマンのコラボはね、俺は200万ぐらい渡してると思うよ。うなの家に行って上がり込んだってことは、うなに多分相当長く包んでると思うよ。そこそこいい肉だね。 どれが馬にトレーニング中にたけし軍団張りのいじる具合にクソ受けた？なんだろう、生理的に無理だかんな。生理的に無理なやつっていない？生理的に無理なやつって、俺ね、本当に嫌いなんだよな。ネタだと思われてるんだけど、ネタじゃないんだよな。本当に嫌いなやつ、嫌いって放送で言っちゃうタイプだから、好きな人は好きなんだけど、生理的に無理なんだよね。だって俺、生で見てね、おはようございますって入ったら、なんかハリー・ポッターで見たことあるな、こいつって思ったもんね。あれ、こいつハリー・ポッターで緑色の役してなかったかな、みたいな。ドレさん、ひき肉と薄切り肉より分厚い肉の方が筋肉つくって言ってたから。あ、まあまあまあ。まあ、そりゃそうでしょ、絶対。
肉食うのはやっぱいいことなんだよ。なんだっけ、ジョン・レノンが言ってたんだよね。肉食うと動物になるっていうか、その、人を殺したくなるっていうか、肉を食うとそうなるらしいよ、やっぱり。闘争本能が出てくるんだって。だから、その、平和主義者だから野菜を食うって、ジョン・レノンはね。だからベジタリアンにも思想的なさ、ものと宗教的なものといろいろあるじゃん。やっぱ肉食うと本能がなんかあるんでしょ、成分的に。これもだから捨て頃前とかステーキばっかり食ってたもんね、やっぱり。肉ばっかり食ってた。でもね、ドレさんが最近言うの、放送で。列に並べって。列に並べって。女の子に。もし俺に告白したかったら列に並べって。で、俺が好きな映画だったのよ。アメリカンギャングスターっていう映画のラッセル・クロウのセリフなんだよ。デンゼル・ワシントンの。で、ドレさんは元ネタ俺が話してんだ聞いたんだろって言ってるけど、全然違うのよ。俺も映画好きだから。名シーンなの。お前のことを、その殺すっていうのを脅すさ、シーンでさ、もう引用元が見えるっていいよね、なんか。オタクなんだよね、ドレさん。ああ見えて。メガホンプレゼントありがとう。狩猟民族と農耕民族の違いとかも言いますよね。あ、まあまあ、あると思うよ。やっぱり米ばっかり食ってる民族と。だから実際さ、戦後さ、身長が爆伸びしたりしたじゃん。アメリカのね、食い物入ってきて。だから俺のじいちゃんの理論が面白くて、じいちゃんが俺のことを子供の頃力士にしようとしてたの。相撲が好きで。で、おじさん力士なんだけど、実際。相撲取りね。で、その、じいちゃん、お父さんのおじいちゃんの理論だと、高光。小さい、俺のちっちゃいちっちゃい可愛い時だよ。高光。いいか？アメリカ人がなんででかいか知ってるか？おじいちゃんわかんない。教えて。コーラで骨を溶かして、ケンタッキーで肉をつけるんだよ。絶対間違ってると思うんだけど、じいちゃんの理論だと、コカ・コーラで骨を溶かすと。で、ケンタッキーをガンガン食うから、肉と骨が補充されるんだって。それででかくなるっていう謎理論なの。それはどうなんだろうね。ケンタッキーとコカ・コーラをやたら飲ませるの。でかくなれと。絶対間違ってるよね。でも肉食うようになったからで、いや、じいちゃんは本気でそれを信じててずっと言ってたよ。アメリカ人がでかいのはコーラで骨を溶かして、肉でそのカルシウムとかいろいろ取るからだっていう。だからやったらケンタッキー買ってくんの。お前をでかくするっつって。で、俺ね、身長本当に嘘だと思われるんだけど、あれだよ、小学6年生で168センチあったんだよ、俺。俺今の身長とほぼ変わんないの。小学6年生で。笑うっしょ。だから、卒業写真を見ると、頭2つ分ぐらい違うのよ。今の身長で。みんな小6だから。で、なんつうんだろう。これ嘘だと思われるけど、本当にスーツ着るじゃん。スーツつうか、そのスーツっぽいの小学卒業式着るじゃん。卒業式の写真、なんつうんだろう。先生みたいになってんの。これ本当なんだよ。で、その中学に入って身長止まるタイプいるじゃん、ピタッと。だからもう後ろだったもん、ずっと。列並ぶとき。後ろか、一番後ろか、後ろから二番目。それがどん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 真ん中の方に行って。最後の方、前の方に行ってたから。小学生のとき、本当でかかったからね。アメリカ人でかいよね。俺は5月。うん。じいちゃんケンタッキー、それがね、俺のじいちゃんもなかなか、なんか母ちゃん曰くなんだけど、じいちゃん金持ってるらしいんだよね。そのらしいよ。なんかね、要は山形から出てきて、いろいろもう自分で授業やったりとか株やったりとかしてて、だからじいちゃんのイメージって株の新聞読んで株ずっとやってて、で株うまかったらしいよ、うん、もう死んじゃったけどね。いや悲しかったよ。じいちゃん久々に会おうと思ったらさ、親父にじいちゃん元気っつって、あ、死んだよっつって。もうね、うちのね、なんか、家族の死生観おかしいのよ。なんか、全部知らないの。で、じいちゃん元気っつったら、いや、死んだっつって。で、いや、もう、なんか母方の、ほら、あっちのじいちゃんも死んだぞ、みたいな。妹も結婚したぞ、みたいな。子供いるぞ、みたいな。
何、家族構成全然違うじゃんみたいな。もう本当に家族で全然もう本当に交流取ってないから縁切ってるから。そうそうそう、家があってさ、おじいちゃん懐かしかったな。プロレスごっこよくやってくれたんだよな。無口だったけど、親父方のおじいちゃんね。いや、ケンタッキーは太るでしょ。あ、ラードで揚げてんじゃなかったっけな、確か。いや、家族からムラ八分っていうかね、その、家族からあんまり嫌われてたな。家族といい思い出ってあんまないんだよな、俺。あんまねえな、家族といい思い出な。まあ、こんな生き方してたらね、家族からつまみ出したくなるでしょう。なんかその普通の幸せな兄弟とか家族の感じってあんま想像つかないんだよね。なんか気違いしかいなかったから。俺の母ちゃんも俺以上に気違いだったから、もうとんでもない破天荒なのよ。すごい破天荒で。もう有名だったもんね、学校で。お前の母ちゃんやべえな、つって。なんか、授業参観日で規制上げてたぞ、とか。え？みたいな。なんか規制を上げるんだよね。規制を上げる系、母ちゃんだったから。みすけいらっしゃい。楽しんでて。花火ありがとう。おやすみ。ゆっくり、ね、休んでね。俺の母ちゃん、なんだろうな、母方の、あれなんだろうな、こういうことやってんのは。女芸人だったんだよ、もともと。だから、そのテレビの芸能人の写真とかよく見せてくれたよ。高倉健かっこいいな、若い頃の。母ちゃんがまだ19とか18ぐらいのさ、若い頃さ、高倉健さんの写真見るっつったらでっかいんだよ。なんか、モノクロじゃないけどさ、セピアっつうか、なんかカラーが雑じゃん、昔のバカジョンカメラって。で、母ちゃんがまだ若くて、隣に高倉健さんがこうやって映画のドーンって座ってでっかいのよ。かっこいいね。カーネルがお前のじいちゃんだった。カーネルおじさんが。ね、でもさ、あれ面白いよね。カーネルおじさんのここのピンバッジってフリーメイソンのマーク入ってるの知ってる？みんな。あ、意外と知らないんだよね。ケンタッキーフライドチキン行ってごらん、今度。カーネルおじさんの像のここにフリーメイソンのマークバッチリ入ってるからね。はい、こんばんは。解放。でもね、カーネル・サンダースってね、事業成功したの60超えてからなんだよ。よくその年を取っても、成功できるっていう自己啓発系の本を読むとね、カーネルおじさんの例がよく出てくるの。あ、メガホンありがとう、ヒトピーさん。なんだろうね、フリーメイソンってね。あれってもともとあれでしょ？テンプル騎士団じゃなくて、テンプル騎士団ってなんだっけ？あれでしょ？十字軍から来てるんでしょ？要は。何回も立ち上げたんだよね。いや、何事も諦めないこと大事だと思うよ、本当に。ホリエモンが言ってたけど、その事業って、3年後にプラマイゼロになる確率、要は資金回収できる確率が3年後だよ、事業を立ち上げてから。7件に1件っていうリスクなの。だから7回立ち上げたら、7人いて新規事業立ち上がったら6件潰れるのよ。で、頭のいい人はそれをリスクだって言ってやらないのよ。要は事業を立ち上げないと、ベンチャー。ただベンチャービジネスってバカの方が向いてるっていうのが堀江さんの理論で、なんでかっていうと、バカは失敗したことに気づかないから同じことを7回やるんだって。で、確率論で言うと、7人が事業を立ち上げて1人がね、成功するって確率じゃん。だからみんなやらないって言うけど、バカは7回同じことやるから成功するんだよ、つって。 俺ね、そのね、なんか堀江さんの、そのバカは成功するかもしれないっていう理論結構好きなんだよね。その頭がいいから成功するわけじゃないんだっていう。石工職人がルーツなんだっけ、フリーメイソン、うろ覚えだけど。一応石工職人って言われてるけど、本当のルーツは、なんで流行ったかっていうルーツは、なんだっけ、プロテスタントとカトリックの、いざこざがあったじゃん、ヨーロッパで。その時に酒場でパブとかで飲むために、いや、ギルドだっつうので流行ったらしいよ。プロテスタントでもカトリックでも飲みたいわけじゃん、友達同士いるわけだから。
でも、飲んでたりしたら禁止だから逮捕されちゃうから、いや、俺ら萎縮職人のギルドだよっていう建前で流行ったらしい、もともと。フリーメイソンって秘密結社は秘密結社なんだけど、世界各地でやんの。で、日本みたいにガッチガチの非公開のところと、もう誰でもサインしたら入会できますよっていうロッジがあるの。で、イギリス系のロッジはそうなんだよ。だからね、みんなが思ってるのとはちょっと違うかもしれないよね。ライオンズクラブとかの方が近いと思ってる。要は金持ちサークルなんだよ、ただの。だ高須委員長が入れるぐらいなんだ。ただ月謝7万払えばいいだけだから。まあでも、日本のフリーメイソン、俺誘われたことあんだけど、2人の推薦状が必要なのよ。だからちょっとハードル高い。2人の推薦状があって初めて入れるから。だから日本の会員が確か2000人ぐらいかな。有名なの、鳩山さんがあれじゃん。国会議員の。今の首相になった鳩山さんの弟の鳩山さんはフリーメイソンだよ。で、首相になった兄弟じゃん。あれのお父さんもフリーメイソン。金持ちサークルだよ。坂本龍馬は正確に言うと違うと思うよ。グラバーがそうだったんだと思う。要はつながりが深かったんじゃない？坂本龍馬は。諭吉、紙幣に乗る人はフリーメイソンだっていう都市伝説あるよね。なんとか一葉とか日本人が知らないとか、野口英世なんかね、あ、じゃあ、福沢諭吉とか野口英世とか、あんまり浸透してなかった人がなんでなったんだっていう。要は外国に強かったからじゃん。野口英世とか。あれ、野口英世だっけ？野口英世はあれか、指がくっついちゃった人か。あれ、福沢諭吉だったかな？誰だったかな？誰か忘れちゃったんだけど、誰だったっけ？普段やること、会合があるらしいよ。月1。要は飯食うだけでしょ。あと、儀式があるんでしょ。野口英世か。フリーメイソン、今は知らないけど、男じゃないとダメじゃなかった。そうだよ。完全男尊女卑だよ。男じゃないと入れない。で、女の人は女の人用とか奥さんとか子供用のサークルみたいなのあるんだけど、フリーメイソンは完全に男だけ。完全に男だけです。フリーメイソンの直に誘われてるの。ネットの知識じゃねえの。もう消えろよ、ゴミが。でも日本人が思ってるような感じじゃないよ。でも俺はユダヤ人頭いいと思うけどな。だってさ、ユダヤ人って何人に1人だったっけな？ 1000 人に5人ぐらいしかいないんだっけ？世界人口の分布で考えると。1000人に5人とかでしょ？でもノーベル賞とかさ、名門大学に行ってんの。のユダヤ人の合格率ってやばいんだよね。民族的にいかに優秀かっていう。クルアン読みたいもん、ちょっと。なんかすごい哲学的だよね。この前も話したじゃん、なんだっけ、絨毯の話、クイズ。なんだっけ、名前忘れちゃったな。ダメだな、最近、ボケてるから。平等の概念が日本人と違うんだよね。一枚の布を、一枚布があると。で、一枚しか売ってなくて在庫がないと。で、客が二人で取り合ってんの。これをどっちに売るかって。で、一人は全部欲しい。これ一枚欲しいって言ってて、もう一人の客の方が二分の一欲しいって言ってんのよ。で、どういうふうに分配するのが平等かっていう考え方。ミシュナ分配か。ミシュナ分配か。あとさ、童話さ、ネットで得た知識笑えるなって言うけど、お前はじゃあどっから知識を得たら笑えないの？テレビ、本、雑誌、新聞、人から聞いた話、体験？
で、なぜ俺の話をネットから得た知識だっていうふうに勝手に決めつけるのか、お前の浅はかな見解の方が俺からすると笑えるんだけど。お前の物差しで俺を測るな。お前の生き方の方が滑稽だわ、俺からすると。じゃあ、お前が使ってる言語、何、お母さんから習ったの？ダッサーとか言うの？意味がわかんないんだけど。英会話ができるやつに、お前、イーヨンに通って習っただけだろ？ダッサーとか言うの？2ちゃんとかでみんなで言ってること、お前と違うんだよ。2ちゃんなんか見ねえよ、バカ。お前と違うんだよ。2ちゃん行け。ここにはお前ふさわしくねえよ。都市伝説がきっかけで本当は本一切読んでない。俺は本一切読んでない。でも、あれだよね。ベトナム戦争のきっかけって都市伝説って言われてたけどさ、完全にあれ都市伝説じゃなかった。もう証明されたもんね。元になった事件、ベトナム戦争の。あれ、アメリカが仕掛けてたんだ。まあ、911にしろさ。911はまだわかんないのか。あれはでもそうだ。なんだっけ。アフガニスタンじゃない、シリア。じゃあ俺の放送見に来んなよ。10年前から言ってんなら。早いとか遅いとかそんな話してねえわ。知ってるんだったら見に来るなっつうの。お前のくだらねえマウンティングとか全然面白くないんだよ。お前は俺の放送楽しめないんだったら来るな。アメリカ911実際飛行機突っ込んだんかな。あれでしょ？エンパイアステートビルじゃなくてなんだっけ？あれに、エンパイアステートビルで会ってたっけ？あれには突っ込んでるでしょ？ペンタゴンの方がわかんないけど。突っ込んでんじゃないの？モーツァルトもメイソンなんだ。へー。ワールドトレードセンターか。エンパイアステートビルってなんだっけ？どっから出てきたんだ？エンパイアステートビルと。なんかでも、フリーメイソンだからすごいのか、すごいやつがフリーメイソンに入ったのかっていうだけだと、その違いって結構でかいと思うけど。要は、IQ の高い人、IQ の高い人とつるみたがるわけじゃん。わかる？知的好奇心が高いわけだから。だからたまたまそうなるだけだと思ってるんだよ。だってバカと会話しても面白くないでしょ、多分天才は。ニューヨークか。エンパイアステートビル。なんで俺エンパイアステートビルって言い出したんだろう。フリーメイソンかなりいる。でも日本には大丈夫だよ。俺はフリーメイソンより創価学会の方がよっぽど怖いと思ってるけど。創価学会のさ、なんだかわかんない、何億もする、なんかきらびやかな建物とか見るじゃん。よっぽど力あるだろうみたいな。創価学会の方がよっぽどすげえよって思う。フリーメイソンより全然力あるでしょ。モーツァルトは貴族にこき使われて上流への不満がたまって金。なるほど。デビッド・ロックフェラーってもう死んだんだっけ？デビッド・ロックフェラーってもう死んでる？なんか後半なんかミイラみたいになってたよね、デビッド・ロックフェラー。でもさ、ロスチャイルドとかさ、ロックフェラーとかさ、楽しいのかな、生きてて。いや、そうそうそう、社交クラブみたいなもんだ、ライオンズクラブみたいなもんだよっていうことをさっきからずっと言ってんの。おい、一ついらっしゃい。おお、大丈夫？夜中の3時に。死んだんだ。だってもうさ、使い切れない金を得た時ってどうなんだろう。要はさ、スーパーカーとかマンションとかさ、自家用ジェットぐらいでしょ？
多分その先って何、ビルとか買うの？どんな生活なんだろう。あ、寝れなかったんだ。ねえ、ゆっくりしてって。ロスチャイルドもユダヤ系でしょ？多分。だってさ、日本の平均って言われてるけど、平均ってさ、意味ないけどさ、庶民とはかけ離れちゃうから、要は大金持ちも平均に含まれちゃうから、多分庶民の生涯年収って俺2億の計算なの。底辺層の中間以下ね、今2億ぐらい、1億8000万とか2億とかで、そっから上に3億とか4億とかが、まあサラリーマンで、上場企業のサラリーマン3億4億でしょ。で、なんつうんだろう、それを超える金を手に入れちゃったらどうなるんだろうみたいな。違う、要は会社経営やってたの、20代前半ぐらいで。で、いろんな人脈があって、増えるのよ、必然的に。若いからチヤホヤもされるの、可愛がられるの、とにかく。で、成田でもう10代から起業してるやつは俺ともう一人しかいなかったの。で、もう一人のやつは19歳で、1年間で9000万ぐらい稼いでたのよ。もうだから、成金みたいになっちゃってて、もう要はぶっ飛んじゃったの、一人だけステータス。で、俺は中学は違うんだけど、お互い地元が一緒だっていうのを東京か千葉かどっかで知ったのよ、友達経由で。いや、同じだよっつって、隣の中学で同級生だよってなって、ですごい仲良くなったのね。で、彼がいろいろ紹介してくれていく中で、すごい人が、まあ、俺のこと買ってくれてて、変なやつがいるっつって、和道って言うんだけど、っつって紹介してくれたの。で、その友達は用事があるからって言って抜けたんだけど、3、40代の人が座ってて、喫茶店に。で、俺が話してて、2時間ぐらいいろんなことを話したのよ。で、経営の話じゃなくて、哲学的な話なの。君、こう思わない？みたいな。ああ、思いますね、とか。で、宇宙はないとか、持論を展開するわけよ、毎回。宇宙なんかないっす、みたいな。で、もうゲラゲラ笑うの。いや、何々君の紹介だから、この子面白いわ、みたいな。頭ぶっ飛んでるね、君、みたいな。で、まあ、わーって話終わって、帰ろうと。あ、今日ごちそうさまでした、っつって。で、もしビジネスなんかあったら、いい仕事ください、っつって帰るときに、あ、ちょっと待って、っつって。で、そしたら、パッて名刺出してきて、ファッて出して、フリーメイソンって知ってる？って言われて、いや、わかんないです、っつって。あ、わかんなくていいよ、って。で、もし君が名刺を出して受け取るじゃん。で、もし君がこのフリーメイソンっていうものにいつか出会う時が来るかもしれないんだっていう話をされて、はいって言って。で、もしそうなったら僕は推薦状を出すから、もし君がもう一人と出会ったら連絡ちょうだいって言われて、カードを渡されたの。で、俺は何のことだかわかんないかったから、ネットワークビジネスの勧誘かなんかだろうと思ってしまっておいたのよ、10代の頃。そう。で、そしたら、10年後とか5年後ぐらいか、関明夫がフリーメイソン、フリーメイソンって騒ぎ始めて、要は世間一般に広まったのよ。だから、あれ？と思って、名刺を見たら、フリーメイソンって書いてあった。だから、俺はフリーメイソンを最初に知ってたわけじゃなくて、あ、これかっていう、そういうこと。だから、結局、仲間内で気に入ったやつを選ぶんだけど、その人から推薦出せないの。要は、こいつを入れたいって言っても、ランダムから、2000人の中から2人から招待されないといけないの。だから、面白いやつ選びゲームなんだよ、あのサークルって。わかる？よっぽど人脈を持ってて、2000人の会員が仲間だって見つけるような勧誘の仕方なの。いや、経験できない経験いっぱいしてるよ。だから、上場企業3社作った社長さんとか、2社作った社長さんとか、30代で、3人で立ち上げた会社で35億まで3年後伸びた会社の社長とか、合ってるのよ。でも、不可視だって言われるのよ。だから、赤坂にあるアークヒルズのワンフロア、自宅みたいな。で、そこで、ホームパーティーみたいな。だから、もう、なんつうの、ぶっ飛んだ成功者、日本の中で。なんつうんだろう。上流階級っていうの？そういう世界は見てきたのよ。だから、六本木の一番上にあるヒルズクラブにも入ったし、入ったっていうのは入会したって意味じゃなくて、中に、フロアの中に入れて、社交パーティーがあって。
当時の友達で今メイソン何人かいるだろうね。いないいないいない。だからその同級生のやつは一人その友達で今でもビジネスマンなんだけど、そいつは別のことやってる。で、そいつは多分メイソンとか興味ないから。あ、そうなんだ。へえ、自衛隊の幹部とか。でもぶっ飛んだ世界は見せてもらったよ。そいつの先輩から動画が送られてきて、そのウクライナの紛争のこととか、全然違うよとか、本当のことを教えてあげるよとか言って、そう、お城に住んでんのよ。その人、ウクライナで。で、そのウクライナで、こう、車運転するじゃん。で、金持ち専用の車があって、ボタン押すと信号とか変わんの、全部。意味がわかんないでしょ。ボタンがついてんの、そう、特権階級には。で、ボタンが押すと信号強制的にパチッて変わんの。 すごいでしょ。そういうのとか生でその店、その動画とか全部教えるの。俺、そいつは言ってるんだけど、そのお城だからもう世界が違うのよ。だからそう、日本人、ああ、金ある程度掴むと海外逃げるの本当だよなみたいな。そうだから、そのネオナチとかの話だったんだよね、本当のその紛争。そう。で、YouTube とかには載ってるんだけど、ロシア語とかで検索だから、全然そう、日本のニュース、報道流れてるの、全然違うのよ。で、ロシア語の URL とか、そう、メールとかでバーって送ってくれて、これが本当のことだよ、っつったら、もう本当にすごいことになってんのよ。だからまあ、その、なんつうの、今ネットの時代でフリーになったって言われてるけど、言語の壁とかで全然、そう、規制されてるんだよね。本当のことって教わんない。だから、あと、その、メジャーじゃないところで言ったら、華僑とか、華僑とか華僑って知ってる？日本人の、その、華僑を作ろうっつって、華僑会の人とかもすごいよ。どちらかっていうと、メイソンよりも、そっちの方が金持ち多い気がする、俺は。華僑会の人の方が。で、あと、その、孫正義さんがフォローしてる若手の人が、から仕事を教わってたこともある。華僑。要は、華僑っていうのは、華僑ってわかる？中国人の華僑グループってあるな。中国の国境を捨てて、世界に点在してネットワークがあるでしょ。いや、チャイナタウンとか。でも、ジャパニーズタウンってないじゃん、世界に。そういうのをネットワークで作ろうっていう華僑会っていうのがあって。いや、金持ちが外国に国を作ってんの。日本を作ってんの。そう、だから華僑。和教会の人の方がイケイケな感じがするね。まあ、みんなぶっ飛んでるよね、やっぱ。いや、面白い世界が見れたよ、その時は、若い頃は。なんか漫画みたいな感じだった、漫画。やっぱり国家を持たない民族や団体が一番強いですよね。だから貴族が、その世界企業がやってること、グローバル企業がやってることはそれだよね。だからアップルとかグーグルって何をやろうとしてるかっていう、あれ、国、新しい国の概念を作ろうとしてるじゃん。だから、その会社組織が強くなってきたよね。大きな和教はどこにあるの？東南アジアが結構多いと思うよ。大きな和教。ベトナムとかすごい流行った時期があるの。ネパールとか、インドネシアとか。あの辺がイケイケなのね。例えばベトナムって、今はわかんないけど、4、5年前って、そのビジネスマンの平均年齢が27歳とかだったの。で、超イケイケなのよ。で、その、みんながさ、言ってるベトナムのイメージと、まあまあ、そんな常識だよって言われちゃうかもしんないけど、まあ、ここ見てる金持ちの人、ベトナムとかって今こうなってんのよ。ちょっと待ってね。ベトナムってさ、貧乏な国だと思ってるでしょ、みんな。で、日本人ってだけでモテモテらしいよ。すごいんだよ。もう、なんつうんだろうな。ちょっと待ってね。いい動画あるかな。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。
これがその適切な動画かどうかわかんないんだけど、ちょっと待って。なんかもうビルの上がプール、ちょっと夜景じゃないから綺麗じゃないんだけど、なんかビルの上がプールだったりとかすごいのよ、もう。なんか、全然なんかもう、日本と同じぐらいの水準になっちゃってんの。なんかちょっとこれ伝わりづらいんだけど、夜景が超見えるプールで、なんかディスコとプールが一緒になってるみたいな、もう超イケイケなのね。どんちゃん騒ぎやってんの。Google とクライスラーとトヨタが自動運転カーシステム開発中。あ、まあ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 、そうなるだろうね。ちょっとごめん、伝わりづらい動画でごめん。あるかな。めちゃめちゃかっこいいよ。なんかベトナムのパーティーとか。だみんな日本でもう稼ぐの無理だってなるよね。なんかそのある程度まで上り詰めると、日本でその日本の社会システム上をもう這い上がれないようにできてるってみんな言う。だからそういうもんなんでしょ。だからもうだから世界の見方は日本は社会主義なんだってよ、完全に。選挙制度で体制はあるけど民主主義じゃないの。キスとしてはまあそうだよな。でも俺は民主主義向いてないよ。資本主義も民主主義も向いてないと思ってる、国民性的に。中米あたりに行けば街1個実質支配できちゃう。ああ、そうなんだ。なんか、雰囲気が好きらしいよ。なんか、イケイケなバブルな感じがするんだって、昔の。なんか、人の空気とか街がもうやるぞっていう、そのベンチャースピリットに溢れてて、そのやる気がすごいんだって、もう世界を変える企業を作ろうみたいな。その、日本の、なんか、楽して儲けようみたいな若者の気質とは全然違うんだって。なんか株とか FX とか小さいこと言ってるわけじゃなくて、その自分が良ければいいやじゃなくて、もう世界を驚かしてやるみたいな。まあそういうのが好きでしょ、やっぱり起業家の人は。そういう方に持っていくでしょ。いやいや、それ悪口で言ってるわけじゃないよ、ぐさって。それがいいか悪いかっていう問題じゃなくて、
そういう国の空気なんでしょう。俺だって楽して稼ぎたいからこんなことやってんだから。ただそれが金が一番優先なのか、その知名度とかをもらいたいのかっていう価値観の違いなだけじゃん。俺とヤバゾーの違いは。要は俺はその人気を取ったわけでしょ。人気と金っていう順番でしょ。で、金を純粋に追いかける人は FX とか株とか行くでしょ。インドか。何をやるもうまくいかない時代だわ。アメリカで夢をつかむって言っても就労ビザすら下りない。高いランニアインド行くってよ。あ、まあ、インド行くのは正解だと思うよ。成功するかどうかは別として、いいと思うよ。正しいんじゃない。だってもう日本にいてもぬるま湯でしょ、あの人からしたら。だから、ひろゆきとかも海外に行くのって正しい判断だと思ってて、ある程度日本って、なんつうの、ある程度成功するとチートになるわけじゃん。もうだって、一回テレビ出ちゃったり億万長者になって稼ぎ方分かってるわけだから、つまんないんだと思うよ。だからね、そのぶっ飛んで成功したり、まあぶっ飛んでっつうか、まあ3億ぐらい掴んだらさ、日本にいたらぬるま湯なわけだから、行くでしょう、海外。いや、こういう生活でって日本超遅れてるよ。サラリーマンさん、あ、サワリーマンさんか。金太郎さんね、めちゃめちゃ遅れてるよ、日本は。中国とかえげつないよ、投げ銭。綾部はニューヨーク行ってスターになるって言ったんだ。まあ、どうしてもね、言語の壁があるからね。あ、俺もアメリカダメになると思ってる。それは YouTube だよ。いや、俺実際、中国のサイトとか見てるから、で、その立ち上げのスタッフさんとか話してるから、関わってるから、全然 YouTube じゃないよ。何を根拠に YouTube だって言ってんのか分かんないけど。全然 YouTube じゃないよ。マーケットめちゃめちゃでかいよ。閲覧数とかえぐいよ。13億人か15人いるうちの2000万人が大金持ちかもしれないけど、違う違う、配信の話ね。あ、まあ、貧困だろうね。すでに兆候が出てますよね。今はまだごまかせてますけど。てか、もう、先進国全般がダメでしょ。なんか古代ギリシャのなんか衰退を見てるみたいな。なんか歴史って繰り返すんだ。なんかもうやることなくなってくんだよね。だからこういう配信者みたいな仕事が出てくるんでしょ。もう暇なんだよ。夢も希望もないんだよ、今の時代に。やる気はないだろうね。なんかバブルの頃とかもよくギラギラしてたもんな、日本な。ギラギラしてないよね。なんか寂しいギラ。ちょっと。なんか、その、物が揃ったら幸せとは違うと思ってんだよ。物がない方が幸せなんじゃないかっていうのは俺の考え方なのね。いや、希望があるから、明日良くなるっていう。もうね、要はね、もう何もかも揃っちゃうんだよ。だから心の豊かさを求められる時代になったんだと思うよ。なんか物はあるけど心は貧困だっていう考え方かな、俺は。AI がかなり鍵になってる。どうなんだろう。俺はあんまり AI、その人間を超えるっていうのは、まだまだ遠いと思ってて。専門性 AI は、人間の知能を超えたっていうんならわかるんだけど、
人間みたいな、そのコンピューターが人格を持つみたいな飛躍した話はちょっとあんまりオカルトだと思ってるかな。ムーアの法則も崩れて久しいシンギュラリティはだいぶ先じゃない。人工知能もマヤツバだわな。人類を滅ぼすとか発言したイーロン・マスクとかでしょ。食べるものがなく飢えてる国とかで生活したいとかいう問題じゃなくて、したいかしたくないかとかいう問題じゃなくて、そっちの方が幸せなんじゃないかっていう、なんだろう、思考実験だね。あの俺の持論を言ってるわけじゃなくて、こういう人種はこういうことをやってるよねっていう話だから。多分ね、金太郎さんはまず議論を履き違えてる。途中から議論に参加してるから。俺は海外、日本がダメで海外に行くべきだっていう論は一つも話してないから、何か誤解を受けてるよ。途中から来て議論に参加するとそういうことになっちゃうよ。俺はそんなこと一言も言ってない。何もない方がいい、何もない方がいいなんて言ってないよ。何もない方がいいわけねえだろ。この世界は仮想現実で俺らは実験台みたいな話もですよね。あー、でもまあそれはどう捉えるかなんか、なんかじゃないの。だからまだ言うの、金太郎さん、それはいいみたいなことを言ってるんじゃなくて、発展途上の国で和教っていう人がっていうくだり聞いてた。俺の持論じゃないっつーの。バカすぎるだろ。まだわかんねえのかよ。電話かけておいで。あの LINE 公開してるから、コメントだとラグがあるしめんどくさいから、話してあげるから直接。発展途上の国がいいとかは持論じゃない。金持ちがそういうところに行ってるよっていう事実を伝えてるの。俺ね、そのネトウヨとかネトサヨってダメだなって思うのがね、もうフィルターがすごいのよ。思い込みとアレルギーが正しく議論ができない。発展途上の国はパワーあるけど、発展途上の国イコール何もないとは限らない。議論をする姿勢じゃないんだ。で、自己主張がやりたいんだったら、Twitter でも Facebook でもブログでも生の人でも何でもできるんだから自己主張しな。あなたの意見を聞く場所じゃないから、ここは。わかった？持論を展開したいんだったら、自爆を開きな。あなたの話を聞く場所じゃないから、ここは。反論があるんなら黙って去りな。で、自爆で俺はこう思うと、日本は素晴らしいと、日本最高だとやってなさい。汗かいてないよ。そう、身の程を知りなさい。ここは俺の場だから、俺が金払って俺が枠取ってるんだから。
で、反論があるなら凸かけてきな。反論、相談、意見の交換、何でもいいよ。こんなところで日本がいいなんて話してる時点でもう俺からするとバカ臭い話なんだから。金払ってるよ俺。金太郎さん。俺今現時点で3回延長してるから150円払って俺がこの枠を提供してるんだよ。金太郎さん。俺150円払って俺がこの枠をやってんの。だからここは俺が話をする場なの。わかる？ずうずうしいよ。でしょ。そういうことでしょ。いや、そういうことでしょ。で、人の部屋に上がり込んで、ああでもない、こうでもないっつってんの、どっちよ。だったら自分でやりなさいっつってんの。聞いてくれる人がいるかどうかは別問題。持論を展開する場所ではないよっつってんの。マナー違反でしょ。プロボクシングの試合であいつより俺の方が強えって言うんだったら口じゃなくてさ、ヤジ飛ばしてないでお前がリング上がれよって話よ。漫才でこいつの話は面白くない、俺の方が面白い話できるって言うんだったら舞台上がれっつってんの。だから思い込みが激しいんだって、何でも否定から入る人なんだよあなたは。そう、極論から何も生まれない。まず頭ごなしから否定する癖がついてるの、あなたは。開かれきった市場の中では奪い合いは限界がある。だから新しいマーケットを開かないとダメでしょ。ブルーオーシャン戦略ってやつでしょ。何でもそうだと思うよ。はい、エリちゃん、さっきも来たじゃん。はい、いらっしゃい。楽しんでってね。あ、いいや。だいたいいい年してさ、ネットで俺の話聞け、俺は正論言ってる、みんな認めてくれ、こいつは間違ってるんだなんて言ったって誰も認めてくれるわけねえんだから。だったら受話器開きなさいよっていうのがもう普通の意見でしょ。通用しないよ、そんなの社会で。そう思わない？ねえ、俺に意見があるんだったら聞くから。別に資金力があるから海外に行くというのは自然な理屈でしょ。資金力があるだけじゃなくて、そこは俺は心理的なフィルターがあるっていうのの一例で先進国の例を出したんだけどね。仕事に疲れたから酔ってるところ。ああ、酔ってんの？今飲んでんの？珍しいじゃん、こんな時間前飲んでて大丈夫？飲んでんだ。店で飲んでんの？家で飲んでんの？俺は酒飲まないからな。程よくね。黙って聞けとは思ってないよ。黙って聞けってわけじゃないよ。反論があるなら凸かけてきてっつってんの、俺は。で、別に普通にコメントしてくれる分にはいいよ。ただ噛みつかれても頭ごなしに否定されても、その例えばさ、みんなにイメージしてもらいたいんだけど、普通に話せるわけよみんなは。
だけど相手はそう言葉が喋れなくて文字だけだと。で、文でやり取りすると情報量ずれがどん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 出てくるんですよ。で、対それを100人相手にしてんの。みんなは喋ってると。で、100人は鉛筆で文字を書いて、はい読んで、はい読んでっていうのが俺の仕事なのよ。で、ガン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 、その、いや違う、お前は間違ってる、俺の話を聞けってどんどん手紙を出す人がいるとするじゃん、その100人の中から。いや、だったら壇上に上がって一緒にスピーチしませんかって、話聞くんでっていうさ、平等な環境を作ってるのにもかかわらず、いや、それはちょっと、意味がわかんないじゃん、俺からすると。だったらあなたがそういう会を開けばいいんじゃないですか、はぁ、みたいな。で、ここは僕の場なんですよ、いや、それは違うだろ、無料なんだから、いや、150円払ってますよ、うん、でしょ。トツは、いや、文句じゃなくてもいいんだよ、別に。だから情報量にフェアにやろうっていうフェアネス精神から来てんのよ、俺は。逆を言ったら、有利な立場でやりませんかって、あなたの主張は誤解を招くんでっていう。じゃないとだって卑怯じゃん、フェアじゃないじゃん。じゃあここで見てる100人がどっちが正しかったか判断すればいいんじゃないですかって、どっちが勝ちとか負けとかじゃなくて。私はそう、いや、フェア大事だよ、フェアネス精神でやらないと。フェアにやらないとダメでしょ。だからそれは議論にならないってことよ。そう。で、トツ上がってこないっていうのは何かしらの理由があるんでしょ。何かしらの理由。そう。その何かしらの理由を、ね、何かしらの理由があって、それを、そのうさばらしでコメントで俺に八つ当たりされても俺は困るよ、つってんの。それはあなたの自己満足なんだからって。俺は、その聞いてくれてる100人のために放送するのが俺の仕事なんだよ。うん、だから最初から中途半端にコメント書くぐらいだったら意見を物申すなっていう話よ。中途半端にやるぐらいだったら中途半端なのバレるだけだからって。要は都合のいいとこ取りでしょ、うさばらしでしょ。でそんなやつが成功するわけないんだから。言ってる意味分かった。ましてやそもそもの反論自体の論点がずれてるわけだから、反論っていうのは相手の論を理解しないと反論はできない。言ってるのはただ上げ足取ろう上げ足取ろうっつって上げ足取れなかっただけでしょ。そんなの意味ないよ。子供がやることだよ、それは。子供、わざちゃんのこの間のスパーリングかっこよかったな。あ、ありがとう。かっこよかった？あ、高画質で撮ったよ。高画質バージョンも撮ったよ。別視点で撮ったから、
もし生放送のバージョン見たんだったら別角度で撮ったやつがあるよ。メガホン100ありがとね、ヒトピー。そっちの方がワイドレンズだからリング全体が見える。なんか生放送のやつ見たんだけど、ちょこちょこ動き回ってたからあんまり見れなかったでしょ。端っこの方に潰れてたやつでしょ。思いっきりインファイトしたね。思いっきり。もしよかったら、まだ見てない人いたら、キャプれるからね。言ってね。いつでも。見たい人がいたら、ドレさんとのスパーリング、YouTube に上げるから。あ、今やろうかな。ちょうどコメント今止まってるし。セビ、こんばんは。ん？なんだこれ。あれ？なんでこれ潰れてんだ。なんだこれ。あ、できたできた。おお、琴音ちゃんいらっしゃい。さっき YouTube で心霊配信見てたら和藤さんの動画もあった。へえ、心霊好きなの？俺のも出てきた。俺ね、心霊現象結構あるんだよね、俺の放送あるあるだよ。結構見てくれたんだ。あーちゃん、クロームでアップロードすると早い。あ、俺クロームだよ。クローム使いだよ。ありがとうありがとう。クローム使いです、もともと。バス停？いや、あ、バス停じゃなくてあれ公園だね。そう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 。でもね、あれね、足が見えてんの。あれね、ちょっと間違って伝わってるけど、あれの怖さって足が見えてるから幽霊じゃないよっていう反論がコメントにあるんだけど、そもそも生放送だから説明できるんだけど、俺はその場にいたわけじゃん。で、振り向いてるの。で、誰もいなかったのね。気配がしたけど、誰もいないの確認したのに映ってたっていうのが怖いって話なのよ。だから足が映ってるのが怖いって話なのに、え、今誰か通ったよね？いや、誰も通ってないよっていうのなんだけど、切り取っちゃったから、そこが伝わってないんだよね。誰もいなかった、肉眼で誰もいなかったはずなのに、誰かが通ったから怖いっていう動画なんだけど、趣旨がずれちゃったんだよ。なんだそれっていう。時空のおっさんっていうのがあんの？何なんだろうね。あれよくわかんないよね。何、時空のおっさんって。
幽霊だから足がないという話は、いや俺も幽霊っぽいのは足全然映ってると思うけど、むしろ普通の人に見えて驚くことがある。普通の人が消えたりとか、え今いたよねみたいな、ぼやっと見えるとかそういう感じじゃないんだよ。なんか急にファッて消えたりするみたいな。だからシックスセンスっていう映画あったじゃん、ブルース・ウィリスの。あれはああいう感じに近いと思うよ。あれさ、シックスセンスってあれ完全に見えてる人が作ってるよね。ああいう世界だよね。シックスセンスは、あ、これちゃんと見えてるやつから取材してるよなっていう。あれすごいいい出来だったよ。アマモちゃんなんだっけ、神様に連れてかれた話面白かったよね。神様に、アマモちゃんは、神様に、アカシックレコードだっけ？どっかに連れてかれたんだよね。あの話好きだよ、結構。何なんだろうね。俺も女の人っぽく見えるけどね。おっさんかどうかって言われたら。あれは怖かったな、正直。女だと思う。俺もそんな感じがする。日本の霊の足がないのは江戸時代の画家が幽霊を売り出す、幽霊画が売れすぎてめんどくさいから足を省略して描いた。へえ。面白。あ、そうなんだ。和道さんが出てきたから幽霊信じてしまう。あ、それだけじゃないよ。一番怖いって言われたのは、多分動画に残ってないけど、これポスターがあるの、ここに。見えるかな？暗くて見えないかな？ここにポスター貼ったんだけど、このポスターが、瞬きしたことあったよ。ちょっと待ってね、ライト。まあ、いいか。ポスター貼ってあるんだけど、ポスターのピエロが瞬きしたことあったよ。ギャーだったよね。ギャー！あと何あったかな？いっぱいあるよ。あれも、あと、関慎吾さんとコラボしたときは、女の顔が映ったのか。いっぱいありすぎてもうわけわかんない。結構ね、心霊配信者からね、和道は出るって言われる。和道の放送は結構ホットスポットらしいよ。幽霊は信じる信じないとかよくわかんないけど、俺は怖いから嫌だ。ただ単に、受け入れてるのかな。子供の頃魂は見えたんだよ、霊魂っていうの。そういうのは見えたんだけど、見えるのが当たり前だと思ってた。受け入れてるかどうかわかんないけど、久々酔った。いい酔い方だといいけどね。いい酒を誰と飲むかだよね。誰と飲むか。酒は何を飲むかじゃない。味なんて何だっていいんだ。
俺はアルコールに強くてアセドアルヒデトに弱いから酒は向かない。アセドアルヒデトっていうのがあるんだ。ちょっとわかんないな。アルデヒトって何？アセドアルデヒト。わかんないな。おはよう TK 忍者。おはようございます。なんかね、 Mac がね、シフトキー何回やっても使えなくなっちゃってね、OS 再ダウンロードした。動画編集ができなくて困ってんだよね、今。Mac ももう寿命だわ、さすがに。これ何年使ってんだろう。7年ぐらい使ってる？もう寿命だね。Mac 新しいの欲しいな。さて、使えるようになったかな？あ、ダメだ。シフトキーやっぱ使えねえわ。え、なんでなんだろう。機能してないのかな。何回ググって検索してもダメだったんだよね。あ、二日酔いになる成分がダメなんだ。おお。反対側のシフトキーは使えるんだけど、こっち側のシフトキーが効かないんだよね。物理的にダメになったのか何なのか分かんないんだよね。多分物理的にもう壊れちゃったんだと思うけど、どうしたらいいんだろうね。みやみやさん、風船ありがとう。いらっしゃい。初見さんかな。ハートプレゼントありがとう、琴音ちゃん。ダウンロードってどうやってやるんだっけな。動画加工、 YouTube の動画をダウンロード、これか。シフトキーの下にゴミがあったり、そんな物理的な感じなのかな。ちょっとめくるか、シフトキー。雑巾で拭いたら治るかな。あ、壊れた。今剥がした。どうなんだろうね。いや、どうだろうか。ちょっとわかんねえな、これだと。拭いてみようか。じゃあ、あれ、布巾がないな。ああ、全然全然。
もうでも何年も使ってるからね、多分寿命なんだよ。壊れちゃったのかな。シフトキーが効かないんだよね、Mac の。ゴミが詰まってるようには見えないけど。一応拭いてみたわ。拭いて治ったらいいんだけどね。まあ、もう寿命だよな。全然わかんねえな、これ。ダメだね、治んないね。シフトキー完全にいかれた。治んないわ。ダメだね、治んなかったわ。残念です。ダメだった。
お、ダウンロードできたかな。あ、できたできた。できたできた。編集しよう。できた。iMovie。いやー、パソコン壊れちゃったんだよ。昔の Mac の方が。うん。え、iMovie 落ちたの。え、なんでなんで。パソコンのパスワードを忘れたら終わりなのかな。あ、わかんない。パソコンそんな詳しくないんだよね。どうなんだろう、終わりなのかな。まあ、パスワード忘れる人結構いるよね。逆になんで忘れるのか俺よくわかんないんだけど、うん、女の人って結構すぐ忘れるよね。パスボタン押せばいいの、なんかの。へえ。うん、パスワード入れないモードがあるんだ。おお、なんかググったら出てくるんだよ。てかもうパソコンいらないからね、普通に見るだけの人とかさ、使うだけの人は。ん、キューちゃんボクシー、え、ちょっと待って、何ガシャーンって、何今の、何何何、え、なんだ、ダウンロードファイルどこだ。え、ダウンロードに入ってないんだけど、なんだろう。え、さっき落としたやつどこだ。これだ、あったあった。で、編集すっかだな。何のボタン、わかんない、なんかのボタンでしょ。セーフモードじゃんだっけ、わかんないけど、ここだ。カーンからスタートにしよう。
ん？カーンと音？え、な、なに？なに？のんちゃん？な、なに？ね、違う違う、作業中にいきなり声かけられるとパニック起こす。なに？なに？作業中だったのごめんね。違う違う、何を言ったの？音が漏れてたから何かな？ああ。これでいいか。
動画編集大変よ。
動画編集 iMovie。 動画編集 iMovie ですね。僕はファイナルカットがいいんだけどね、本当は。本当はファイナルカットがいい。iMovie、 iMovie 使いやすいね。ビデオスタジオか分かんないな。圧縮はしない。今はもうアップロード終わるよ。今すぐアップロードする。2分の動画だからこれ。できた。共有じゃなくてなんだっけな、久々やるからな。共有か、ファイル4メガフォーマットファイル。1ギガか、これで。今 YouTube 用に見やすくしたから、今後スパーリングだけは短い動画作っていこうと思ってて、その方が見やすいでしょ。いつも誰々との試合見せてとか言われるじゃん。分かりづらいから、なんつうんだろう、全部圧縮してやろうと思って。今作ってる最中だね。
できたかな。で今度は YouTube にアップロードと。タイトル何にしようかな。あと3分ぐらいかかる。タイトルは何にしようかね。どれの深夜食堂 VS はどうだろうね。うん、今からそれ一緒に作ろうよ。見せるよ。 SEO 対策もするから。みんな YouTube とか動画アップロードとかしてんの？やってる？ YouTuber いる？この中に YouTuber。もうすぐだね。あと30秒だって。お、リンリンだ。おはよう。じゃあリンリン。お、ミッチーメガホンありがとう。久しぶり。お疲れっす。終わったかな。お、来てるか。動画のアップロードが完了と。これでいいね。じゃあ行こうか。編集は終わったんで今度セッティングに入ります。これが画面なんだけど、ここにタイトル入れんのね。何にしようかな。どれの深夜食堂、VS V。 あれ、なんだ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 、これバグった。あ、危ねえ。VS、ウィシンキ、VS、ワードと。タイトル入れるじゃん。どれの深夜食堂 VS ワードと。キックボクシング、スパーリングにしようか。
パーリング、スパーリングかっこ、これでいいんじゃないかな。スパーリング、今度タグ付けと番組説明に、寒くないよ、うん、ちょっと待ってね、ステゴロプロベンド太郎主催ステゴロ、大手らしくなってきた。カズおはよう。ステゴロに通称したどれの、2分、キックボクシングルール2分1ラウンド、まあとりあえずこれで1回公開しますか。そうするとどうなるかというと、保存したとアップロード完了、そうするともう見れるのかな。これが今作ったやつね、見ますか。これが今作った動画なんだけど見てみようか。お願いします。ここにね、入り口にあのこれを入れました。どれの深夜食堂 VS ワード2017年10月 PM10 時キックボクシングルール、これでいいんじゃん。これでみんな見やすいでしょ。抜くっていうかスピード出していいから、ポンで何ていうの、はい、開ける、触ったんだろう。これは高画質で見れるでしょ、すぐ。余計な部分カットしました。和道君がそのつもりなら僕はいいですよ。わかんないですよ、わかんないですよ。捨て頃の時どれくらいだって、そんなにわかんないって言われる数字ないよ。お前が来ただけで返す。
グローブがねペリペリ剥がれちゃうんだよね。買わないと。そうそう、攻めるのが課題だったから、距離を潰そうと思って、だから泥試合に持ち込む戦法ね。攻め続けて、要は距離取られるとリーチ俺短いからテルみたいにやられちゃう。だからもうインファイト、インファイトがテーマだった。殴られてもいいから前に入るっていう。まあ、2分だから見やすいでしょ。もうやめさせたの今。もう一回やる？休憩。休憩？いいんだよ、若いからムキになるの。こんなくだらないことに意味なんてあるんですか？もう君が生きてることと同じぐらいくだらないかもしれないですね。君がコメントに打ったりすることに何か意味あるんですか？そんなくだらないことに、はい、僕も君をくだらないと思いますけど。まああなたよりはお金稼げてるんでくだらなくはないんじゃないですかね。うん、君が生きてることと同じぐらいくだらないことかもしれませんね。よいしょ。罪を償う必要ないですよ。償い終わったんで、はい、僕はもう罪は消えたんで。気に入らないのは来なきゃいいのにね。ああ、ミューズーとはやらないって言ったじゃん。うん、やらないよ。格闘技か。いや俺は有言実行するよ。やらないもんはやらない。だってあいつ殴っても美味しくないもん。だったらドレさんとやった方が面白いじゃん。だったらドレさんとやるよ。
いいサムネイル画像。あ、いや、サムネイルはこっち側に変えた。迫力がある方に変えた。で、アノテーション。ちょっと待ってね。ここら辺に。再生リストの URL が必要なんだ。で、これを入れたと。そうなるとこれを再生するとこうなる。これを入れると。で、保存と。ちょっと確認します。ここ入ったね。あ、いいねボタンありがとう。まあ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 、これが表示されるんだね。もうちょっとでかくしたいけど。大変よ、 YouTuber ってなんか楽して稼ぐっていう人いるけど絶対嘘だよね。全然楽じゃない、仕事だよこれ。ただ見るとわかるでしょ。廊下の間にスペース入れろと。
これで保存してみようか。ちょっとバランス悪いな。これくらいの方がいいかな。じゃ見てみます。たくみさんも編集してるよ。ただ短い動画は俺が作ってたりするね。あ、いいねボタンありがとう。こんな感じか。いいんじゃない。うん、まあいいんじゃないかな。よし、じゃあこれを拡散しよう。今度はこれを YouTube に上げると。いいんじゃない、サムネもこれで。で今度はこれを共有して、この URL か、うん、拡散。はい、ただいま完成しました。よいしょ、ツイッターにあげます。はい、OK。もしよかったらいいねボタンよろしくお願いします。大変だよね。時間かかるよ。で、今度はチャンネルの編集をしないといけないのか。大変だね。
で、今度は。いつも何ボタン押してたの？いいねボタン毎回押してよ。あれ、いいねボタン押すと、あれなんだよ。良くなるんだよ。いいねボタン押して。いいねボタンとコメント書くのは、アルゴリズムがすごく良くなるから、なんか、ナイスコメントとか、感想はコメントに書いてね。書けば書くほど強くなるから、動画が。いや、みんなに、目に止まってもらう可能性が高くなるの。な、頼むぜ。あ、応援になるからさ。無料でできる。多くの人の目に留まる。応援になるんで。そうなんだよ。だから、YouTube にコメント書くのは、俺らは嬉しいんだよ。アンチコメントは意味ないよ。だから、いいねボタンを押すと、どんどん他の人に見てもらえるの。どん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 強くなる。どんどん見てほしいの。俺的には。バットボタンはダメだよ。要はバットボタンを押せば押すほど、そのバットを押した人がいるじゃん。バットを押した人は俺の動画が弾かれる。要は検索で、なんつうんだろう。例えば、ワドーって検索したりとか、配信者神回とか検索した時に、俺が弾かれるように。いや、YouTube が、そのデータを扱ってるのよ。それぞれのアカウントに。で、あ、この人はワドーの動画嫌いなんだって判断をどんどんしていくから、いいねボタンを押すと俺の動画が優先されていったりするのよ。こういう動画が好きなんですねって。よくおすすめ動画って関連してるのが並ぶでしょ、数が YouTube 見てるときに。だから、好きな動画にはいいねを押す、嫌いな動画にはバッと押すと、数が好きな動画を判断してくれるの、Google 側が。俺としてはいいねボタンどんどん押されると、この動画は、ああ、こういう人たちに受けてるんだっていうことで、どんどんいい評価になっていくから、コメントとかでも、なんか、感想を書いてもらいたいの。うん。動画一個一個に感想書いてくれる人は嬉しいの。で、俺はそのコメントいっぱいある中で一つ選べんの。この人のコメントが一番優秀ですよっていう。で、コメントに対していいねを押せるから。俺も反論ができるし、コメントだと。すごくいいよ。だから、バットボタン、いいねボタンっていうのは、その人のアルゴリズムが変わるの。あ、じゃあ俺の動画いっぱい見てくれてる証拠。Google がこの人は和道の動画好きなんだって判断をした。あ、俺としては嬉しい。あ、コメント書いてね。よろしく。ありがとう。
3連休いいじゃん、羨ましいわ。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。なんでバットボタン押すなっつってんのよ。バットボタン押すバカがいるんだよ。なんでもうバット4つもついてんだよな。おかしいだろ。話聞いてねえのかよ。いいねボタン押せっつってんだよ。オフ会？今んとこ考えてないかな。人集まんないでしょ。今んとこオフ会考えてない。リアトツもマッチも考えてないかな。アドさん、ダイエット中だから体だいぶ絞れたよ。顔すっきりしてきたでしょ。痩せたでしょ。ただね、今はもう炭水化物、この前ドレさんからいただいてお土産に食べちゃったんだよね。いただいたものは美味しく食べると、それでね、味を占めてしまいましたよ僕は。お腹すいちゃった。今日はね、のんちゃんがエビとマイタケとナスの天ぷら作ってくれて、それをそばと食べた。家の中でお金かかんなくていいじゃん。ゆっくりしなよ。3連休いつからの？3連休いつから？金曜日からなんだ。ほーん。いいじゃん。花火ありがとう。マンスリー1位狙いましょう、一緒に。ありがとうございます。あーざーすかず、花火ありがとう。あざます。あげるのってかわいいね。窓にあげるのつって、ちょうだい、いっぱいちょうだい。おい、ブルさんいらっしゃい、ワダツー。ありがとう、パフェ。言い方かわいいね。あげるの。
お、メガホン50個ありがとう、ブルさん。あざーす。ありがとう。サンキューです。はいはい、あげるの、くれるの、ありがとう、ありがとうございます。2発もありがとう。キャッキャッ、あざーす、あざまーす。もらうのもらうの、あざーす。すごいね、あざます。カズ財団が動き出したのカズ財団が。ちょっと筋肉痛だな今日。ちょい筋肉痛。昨日のスパーリングが効いてるね。聞いてる聞いてる。今日買い物行きたいな。お買い物に行こう。鳥かご買うでしょ。あとあれだ、ホルスターも買わないといけないんだ、拳銃の。いや、趣味に金使うのはいいことでしょ。いい趣味だよ。生き金生き金。筋肉痛の時って運動控える？いや、軽く運動した方が筋肉はほぐれやすいと俺は思ってる、自分で。筋肉痛ひどくても軽めにやんないとほぐれないっつうか。逆に動かした方が治る。ほっとくと体硬くなるイメージがある。あ、そうだ、今日ジム契約しないと。俺みんなで約束してたんだ、今月からジム通うわって。やだなやだな。そうだ、次の捨て頃はね、勝って勝ってって言われてるんだ、忘れてたわ、超忘れてたわ。やらなきゃ。いや、やでや、やだよ。運動するの苦手だもん。しかもさ、放送できるんならいいけどさ、あの、一人で黙々とさ、ジム通ってんの、俺、コミュ障だからさ、苦手なんだよ。強くなって、いや、だから捨て頃で勝つためだよ。捨て頃で。どうすんのって、別に出るためかな、うん、痩せてんの、ダイエットしてんのもそのためなの。もうどれくらい経った？お腹減ってきたぜ。ちょっと見えてきたね、あばらが。いい感じ。もう2センチぐらいで腹筋が見えてくる。こいつをなくしたら終わりだよ。何キロ？体重計持ってないんだよ。欲しいんだよね。買わなきゃと思ってて。多分3キロ、4キロだと思う。いや、今座ってるから前かがみなだけで、立ったらすごい減ってるよ。はい。成功。もうすぐ腹筋見えてくるね。ぽっちゃりぐらいになったんじゃん。ぽっちゃりぐらい。そう、凹凸が見え始めたよね。この辺とか。今のお腹です。グッて入れたらちょっと出るかな。
まだだな。内臓脂肪がまだあるんだろうな。ちょっとでもここにくぼみが出始めた。いい感じです。減量成功中です。メガホン30個ありがとう。捨て頃の前はあんなにやりたくないとか言ったらまた出るとはね。緊張もプレッシャーもそうだし、やっぱ全体的に嫌だよね。全体的に辛い。減量は得意だから大丈夫よ。全然大丈夫。スケボー体力、スケボーすごいよね。体力つくよね。スケボーいいと思う。体幹トレーニングもなるし、意外と汗めちゃめちゃかくんだよね。確かにスケボーやってるやつでデブ見たことねえわって。スケボーやってみて思った。インナーマッスルつくね。あれは運動神経良くなるし、体幹も良くなるし、いいスポーツだと思う本当に。フォローありがとう。メガホン50個ありがとう、ヒトピーさん。あざーす。ムキムキにはならないんじゃん。多分ね、どんな体型になるんだろうな。まあ普通に痩せてムキムキじゃないと思うよ。筋トレはしないからスポーツマンっぽくなるんじゃないの。クモン流みたいなバッキバキの体になるんじゃなくて、まあおっさんだからな、バキバキにはなんないよ。まあ普通の体になるんだよ。普通の体に。ザ普通。ジムは毎日通うよ。だってもったいないじゃん、お金が。だから通い放題だもん。通うジム通う。なんだっけな、1年間通わないと大会費が高いんだよね。安くなんない。だ年間10万円ぐらいかかるよ。10万以上か。あとグローブも新しいの買わないといけないから結構大変だよ。お金かかるよ。あとプロテインとかも買わないとな。ドレさんはもうあれは本格的にやってる人はあんなんならない。あんなラオウみたいなさ、あれはもう5年ぐらいかかるよ、あの体作るの。筋トレってすごい時間かかるのよ。でもうトレーニングしなくなったらすぐ落ちていくから、ずーっと継続する。もうだから精神力がもう体に現れてるよね。あれはもうずーっと継続してる体。ちゃんとジムに行ってるっつうか、ちょっとでかくしすぎだと思ってるけど、あれはまあサバイバルゲームと関連してるからね。運動神経良くなったり筋力がつくと、そうだよ、サバゲーも走ったりすごいよ。なんかスポーツマンみたいになってるよね。
左からのオーバーハンドブローって使えんのかな。それの顔面思いっきり殴ってて笑った。いや、お互い顔面思いっきり殴るんでしょ。それスパーリングなんだから。俺だって殴られてるよ。今日顎痛いよ。スパーリングなんだからそれやるでしょ。まあ、ね。思いっきりではないけどね。まあ、ドレさんに相当怒られたけど、ちょっと強すぎるって。お前やり返すぞって言われてやめてっつったけど、軽くやってるつもりなんだけどね、なんかちょっと蹴りがもっと力抜けっつうか触る感じにしろって怒られた。毎回言うこと変わるから困っちゃうね。本気で来いとかさ。ねえ、ちょっと強くやるとお前やられたいのかって、まあ、説教中だから何言っても説教される。いや怒られたよ。動画見てごらん。下に URL 貼ってあるから、うん、お前強いよって、うん、音聞いてごらん。めっちゃ説教されたよ。いや何言ってんの、何そう手抜いたら抜いただお前そんなんじゃ倒れねえよって言われて、ちょっと強めにするのお前強すぎるわっつって。うん、もう年だからしょうがない。若者に説教したい。ドレさんが時間差使ってローキックでさこう攻めてくるの分かったらもう距離潰すしかないんだよね。だから泥試合に持っていくしかないっていう。そう、距離離れるとうまいからもうやられちゃうから、テクニックにもう翻弄されちゃうから。ガッチガチに詰めていったよね、被弾角度。クモイをコウヤ殴ったから捨て頃出れないかもね。あれはひどいな、ちょっとな。あれはダメでしょう。どんな理由があったとしても。ねえ、酔っ払いだからな。コウヤも怪我してたでしょ。コウヤ大丈夫なの？まだ酒飲んでるし。右のパンチ入ったんだな。目腫れてるもん。いや、なんか今日喧嘩してたんだ。なんで殴ったのかは分からねえ。まああれでしょ、酒の席でなんかあれでしょ、なんかあれだよ。クモンリュウも弱いやつ殴るのはちょっと良くないよな。いや、キャスバーだよ。そう。その通り。あのね、俺はね、なんか弱いやつを、その、リングに上げると喧嘩をするっていうやり方が嫌いなんだよ、やり方が。いや、クモンリュウちょっと大人げない。いくつだ、クモンリュウ。ね、ていうかね、お互い酒癖悪い。
喧嘩専用っつうかもう、なんか警察毎日来てるからね。歌舞伎町で一番警察が来る店でしょ。ヤクザの事務所より警察出入りしてるもん。すごいよ。あそこ、店員さんがかわいそうだよ、もう。俺だったら働きたくない店ナンバーワンだもん。いい店だよ。でも店員としては働きたくないでしょ。毎日警察来るんだから。嫌になっちゃうよ。勘弁してくれよってなるでしょ。あれはちょっとな。当たり前になってるよね。ちょっと良くないよね。事件起こるのが当たり前っていうのは良くないよ、やっぱり。ダメだよ。いや、2、3日じゃない。オープンしてから毎日来てる。警察。オープンしてから毎日警察が出入りすん。何かしら事件が起こる。まあ、何かしらっつうか、こうや、金梅さん、光くん、新野町とか、その辺なんだけど。俺だって、あれじゃん？キャスバーに行った日全部警察来てない？チャーハンの乱とか。一さじのチャーハンを取り合って殴り合いが行われた。配信者はクズだよ、クズ。まあ、俺も配信者だけど。クズ野郎だよ。もう朝か。流血と罵声の店、そうそう。 流血と罵声を 手指肉林。それは違うか。 しょうもないわ、本当に。引きこもり酒飲ましてるようなもん。いや、まさにそうでしょ。まさにそうだよ。引きこもりに酒を飲まし、酒に飲まれたやつが人を殴る。そして警察が来ると。それだけですよ。何も変なことはない。行ったら行ったら楽しいんじゃん。 あ、やだか。酒飲んでる席で殴り合ってんだもんな。嫌だよな。嫌か。気分は悪いわな、酒の席で。まあでも面白いんじゃん。有名配信者毎日いるから。リスナーが巻き込まれたパターンは見たことないかな。リスナー同士が殴り合ってるとかも見たことないね。それはない。配信者同士はもうすっちゃかめっちゃかだね。
狂気ですよ、狂気。どうしようかな。次はニコ生やろうか、ふわっちやろうか。迷うな。どっちやろう。ニコ生やってるよ、最近。軽くだけどね。一日一枠ぐらいやってる。あ、やべ、お金引き出さないと。今やっちゃおう。いや、今やろう。危ねえ。ふわっちのお金。ふわっちポイント交換、交換。延長チケット何枚ある ?63 枚か。まず延長チケットに交換します。で、延長チケット交換。やばいやばい、枠が終わっちゃったら大変なことになる。コメント、あ、全然コメントは、いや、ふわっちでミラーでやってたんだけど、いや、ニコ生やばいわってみんな言ってたよ。ふわっちの人はめちゃめちゃ面白いっつって、うん、そうそう、あの投げ銭じゃなくてね、お金受け取れるようになったからテストでやってんの。ニコ生と両方やる。ただね、画質が悪くなっちゃうんだよね、ふわっちの方が。両方やろうか。じゃあ OKOK、 セッティングするよ。じゃあ同時配信やりますね、この後は。ちょっとセッティングに時間かかるから5分後集合かな、うん、5分後見に来たらニコ生のコメント見れるよ。クルーズとか、まあ冷やかしだよね、もう完全にね完全に冷やかし。うん、じゃあニコ生とやりましょう。牛肉に謝れって言われてた、意味が分かんないよね。あ、ステーキ食べてる時、牛肉に謝れって言われてた。あ、そう。いや、牛肉に謝れって言われたもんな。なんで謝んないといけないんだよな。意味が分かんない。意味が。うん、待機してて。あ、小屋じゃ、おはよう。次役行くよ。次役5分後ぐらいかな。次役は5分後だと思ってください。大体それくらいになると思う。じゃあみんな、お疲れ様です。アイテムたくさんありがとうございました。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。